イエーイ。よっ、あ、もう始まってる。次は8時はブラックホール。もう決まった。決まりました。決まったのかな、はい。音声など大丈夫でしょうか、皆さん。はい、いいのかな、これで。あ、ちゃんとダイナソーウーラースになってる。素晴らしい。うん、どうですか、音声は。恐竜時代ですね。はいはい、さあ、ということでやってまいりました。ね、夏休み、スペシャル。ね、なんだっけ、ジュラシックワールド、新たな支配者と恐竜大好き特集ということでございます。じゃあこの秋山さん、僕です。はい。あ、高橋さんです。はい、あ、柳下喜一郎と申します。よろしくです。イエーイ。はい、ということで今日は私の隣にですね、恐竜博士。はい、恐竜博士。はい。ひらがなの方の博士。はい、ね、学位はないけどね。学位はない。はい、お招きしてる。あの恐竜についてのあれやこれやを。さんの声が小さい。はい、小さいの声が小さい。僕の声小さい。それはそっちで上げらんないの、マイクが。あとこのまた、まあ、いつものあれなんですけど、グリーンスクリーンの調整が悪いというね。どうかに。下の方が小さい。よしよしよし、柳下さん。俺の髪がね、髪がちらしちゃう。髪はどう、なんかどうしてもなっちゃうんだよな。こんばんは。どうしたらいいの？いや、もうちょっとうまく本当は調整、B 調整すれば抜けるはずなんですが。黒を振ればいいのかな、黒を振れば。聞こえるかな、帽子をかぶるって。マイク入ってない。みんなビリビリ。入ってない。入ってる。あちらで今、調整中、うん、ちょっとお待ちください。はい、髪を緑にしたら全部抜けちゃうんだけど。おかしいな。どうした？マイクチェック、マイクチェック。イナゴ、イナゴね。マイクチェック。細かいことはいいから進めましょう。進めましょう。聞こえないんじゃしょうがないから。聞こえないんじゃね、ちょっとね。まあでも声が聞こえないんじゃ困っちゃうんで。僕だけ？僕の声は聞こえましょうか。あれ？俺だけ入ってない。フォークだけこもって。入ったらみんな大丈夫。フォークだけこもってる。8時半ぐらい入ればいい。ちょっと大きくなってきた。どういう何がだろう。フォークが大きな声出してるだけだろうっていう。そう、大丈夫でしょうか。でっかい声、これだけ。こっちのピンマイク取っちゃってこれで直で喋ってもダメなの。そういう問題じゃない。声は皆さん聞こえますか。フォークさんだけですか。フォークだけ。コモリ、コモってこもってる。コモリのガチャマン。こもってる。ガチャマンよ。いやちょっとテクニカルな面で8時半ぐらいにまた来ますって言われちゃったじゃないか。マイクが通してない。だからマイクはダメなんじゃない。マイクはやっぱそのマイクが拾ってる感じ。こっちに信号が行ってない。なるほど。マイクチェック、マイクチェック。そのマイクはダメなんじゃないの。まあこの間ちょっとあのね、カンピョンを食べてみて。カンピョン食べ過ぎ、カンピョンの食べ過ぎね。カンピョンって言えばね、ばあさんのズロースのゴムですけど、ね、冗談じゃないよね。こもってるって言われてるね。なんだろう。タイヤさん、タイヤさん、声をお願いしますと。あ、はいはい、大丈夫ですか。大丈夫です。秋山さんの声の方がクリアに聞こえると。でそれ取っ換えりゃいいんじゃないの。そうそう、秋山くんのマイクとりあえずそれ取っ換えてさ。つけてないですよ。え、つけてないマイクの方がクリア。なんだそれは。何が拾ってんの。またあれかな、霊障かな。そのパソコンのマイクを拾ってるってこと。タワヤも小さい。お、小さい。僕の声ダメですか。いやいや、あのそこのタワヤは別に普通。受信機のシグナルが来てないんです。え、じゃあ再起動したの。再起動いやしたんですけど、こっちでこっちでコードが来たの。え、コード断線してんの。え、じゃあそのそタイヤンとフォークのマイクが入ってないっぽい。僕もダメですかね。腐ってるから捨てよう。やっぱりこれあのこうスタンドマイクにした方がいいんじゃないの。俺もそう。なんかもう有線にしよう。全部有線で有線にしよう。これダメだ。再起動してみた。せっかく水曜8時はブラックホールまで行ったと思ったのよ。フォークはどうだ。トークと博士マイクじゃなくて地声が他の人のマイク。タイヤ入ってない。マイクチェック。僕も入ってない。今再起動しましたが。ダメ。ダメか。お。ダメ。お。なんだ。え、どうすんの。全員覚醒器って言われてる。覚醒。柳下さんと吉木はこれは大丈夫。はい。はい、ブラホ名物って言われてる。良くない名物になってしまったな。恐竜柄じゃないんだよこれ、残念ながら。今日探したんですけど恐竜柄のシャツがなくて。なんとなくどこに恐竜いるんじゃない。これいない。いないか。ぱっと見いなそうですね。いないね。さっきだって始まる前テストしてなかったの。したした。なんで急に来たんだ。
ちょっと少々お待ちください。これでもダメですかね。聞こえてるって言ってる。聞こえる人もいる。いやいや、聞こえる人もいる。聞こえる人もいる。聞こえる人もいる。なんだそれは。声が遅れて。遅れ。いや、どうなの。頑張ってます。頑張ってますから皆さん、うん、ちょっとお待ちください。頑張りです。聞こえてはいる。タイさんダメ。ダメ。そうですか。ダメか。いつも何か。すいませんね、まあ、本当にいつもね、霊障が。じゃあ、聞こえてるけど、ホークとタイアンがその、だからそのマイクから取れてないらしいということで、こっちのこれ、ボリューム下げてくるんで、なんか、ハウってるみたいな、うん。そうそう。鉄板ネタ。あ。どうかな、まあ、イヤホンだと大丈夫。イヤホンだと大丈夫。聞こえづらいと。聞こえづらい。イヤホンだと大丈夫。じゃあ、柳下さんのマイクと下のマイクを外して、はい、一個ずつその2人の間に置いてもらっていいですか。間に置く。難しいんですけど。ピンマイクじゃなくて。あ、こっちにしてね、はい。これ抜いちゃってってこと？はい、これを？あ、これ抜いてね。はい、あ、こうしてこうやってってこと？これを。この辺に置けば、はい。これでどうでしょう？これやってみよう。どうですか？どうですか？はい。はい、健康。はい。マイクチェック、マイクチェック。まあ、そんな大声出さなくても聞こえると思いますよ。健康一番。だからこれで向こうで原因上げればいいんじゃないの？そうそうそう。これでどうでしょうか？健康一番。二番。三番。四番。あれ？どうでしょう。オッケー、オッケー。良さげ。いける？はい、いい、大丈夫。いける。よし、よし。大丈夫っぽい。新しい。はい。じゃあこれでいきましょう。はい。しょうがない。ということで気を取り直してね、参りましょう。はい。あ、よかったよかった。オッケー、オッケー。これで大丈夫ですね。はい。はい、ということで、はい、水曜8時はブラックホール。ール何事もなかったかのように。ホークです。はい。タイアンです。柳下です。よしきです。イエーイ。はい。はい。さあ、タイアンさんに来ていただきまして、はい、急遽、はい、夏休み特別編、ジュラシックワールド新たなる支配者と恐竜大好き特集、うん、ということでございます。はい。よし。さあ、何事もなかったかのようにこれね、はい、始まりました。はい。さあ、もうバッチリです、ね。よしよし、オッケー、オッケー、オッケー。はい、よかったよかった。はい。ということで、ジュラシックワールド、新たなる支配者。この間のやつってなんていうサブタイトルでしたっけ？最後の出会いじゃない？いや、炎の王国。何言ってんの？適当言ってみただけですけどね。ジュラシックワールド、炎の王国に続いて、ジュラシックワールド、新たなる支配者。3本目でいいのこれ、ジュラシックワールドの。ワールド3部作。ワールド3部作ですね。ワールド3部作。確かにね。ワールドオブエレガンスみたいな感じでやってますけどね、はい、さあこのちょジェダイは炎上しただけでやばいさあちょっとね寸評を、ね、皆さんから伺ってまいりましょうかね。はい。さあどうですか、吉木さんは。あ、僕から、うん、物事が全く解決しないという新しい種類の映画で最初と最後なんかイメージカットみたいなのあるじゃないですか、うん、恐竜が街中やいろんなところにいて、はい、同じことなのに最初は大変だみたいなことを言って、うん、最後は良かったみたいなことを言うんでちょっとそれってどうなのっていう思いがありますが、ディメトロドンも出たし、はい、まあいっぱい恐竜が出るんで、あと僕試写で見たんですけど、その後一回もっぺん見に行ったんですよ、はい、でもっぺん見に行って、はい、で行ったらもう少し優しい気持ちで、うん、見ることができました、うん、であとそうあとまあその前はね、そのあれの時にそのこの何だっけ、ワールドシリーズ、ジュラシックワールドの一作目の時に、まあその恐竜歌舞伎ということを言ったんですけど、はい、まあ、今回プロレスだったと、うんうん、まあそういうような映画だったと思います。いろいろ技も使ってきたし、はいはいはい、柳下さんいかがですか。まあ、いろいろ言ってることあって、一番言いたいのはジジイの同窓会はいらないっていう、人間はいらないよっていうですね。だから今回だから人間の出番が多いせいで、うん、恐竜の出番が減ってんじゃないかと思って、それがちょっと納得いかなくて、恐竜の出番多かったですよね本当、うん、でもなんかいまいちこう活躍してもっとバカを食ってほしかったんだよな、まあ、それにも増してやっぱりそのね、人間のパートがね、そうそう、オースティン・パワーズみたいなね感じでなんか変装して忍び込んだりしてた、そうそう、みんなで決め台詞言ってみるとかさ、もういいよそういうのはと思って、うん、もうクリス・プラットだけは許すんですけど、はい、クリス・プラット好きなんで、うん、好きなんでっていうか、あの人恐竜と同じじゃないですか、レベルが、はいはい、レベルだから脳みその大きさ、そうそうそう割と好きなんですよ、はい、
なんですけど他の人たちは本当にねいらんなと思って、まあ、人数多いんですよね。だから3人3人で、うん、はい、でそれプラスあの女の子がいて、はい、うん、からの黒人の人がいて、はいはい、それからのアジア系の、うん、ヘンリー博士がいて、うん、であの悪いやつがいて、だからその、うん、結構なんかその人数が並ぶとそれだけで画面が埋まっちゃって、うん、あの記念写真かみたいな、ね、だいぶ記念写真でしたよね。ちょっと困ってました。記念写真だったよね。はい、はい、まあでもまあ恐竜は良かったです、うん、恐竜は本当に可愛くて大好きですね、やっぱね、うんうん、もうそれだけでもいいやと思って。はい、そう、高山さん、そうですね、まああの2人とほぼほぼ感想は一緒で、まあ、何をか言わんをやって感じですけど、まあでもあのテリジノサウルスとかね、はい、あの本当僕昔から大好きな恐竜が出てくれたのでそれはまあ良かったかなと思うんですけど、あのさっき吉木さんも言ったんですけど、そのあの 3人あの 初代ジュラシックパークの出てきた3人と、はい、ワールドの3人と、しかもこのワールドの3人が2手に分かれて、はい、で女の子がいて、うん、博士ちょっとごちゃごちゃしすぎだよ、ごちゃごちゃしすぎ、あと偶然出会いすぎ、そう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 、それがものすごい勢いで平行で動いてなわけねえだろっていうことがずっと起き続けるっていう、うん、確か、はい、ちょっとだからそれで2時間半ってこれなんか出演者整理してガッと縮めれば2時間の映画になるじゃんとか、確かにね、思いながらまあ見てみましたね。はい、はい、あとあのなんだっけ、あの電源を落としてこっちで電源をつけに行って、はい、こっちのチームが、はい、あのリセットしてとかいうのもなんかどっかで見たことあるような話だよなとか、だからなんかワンへの目配せ多すぎ問題みたいなのがあるんだろうなと思いますね。そうすれば喜ぶだろうみたいなのが透けて見えちゃってちょっとしらけちゃう、あ、それはねありましたね、うん、そうだってさ、その1作目で太ったエンジニアの人が持ってった缶とか出してくるんだけど、それに何か入れてもただのお土産かよっていう、お土産を持って逃げようとする男、うん、ちょっとよくわからない話でしたね。はい、まあ確かにネドリーね、そうそう、ネドリー、確かに3人で済む話をね、3倍の9人でっていう感じはしましたよね。あとでも見てて俺がすごくそのいいですかちょっとだけ、思ったのはそのヘンリー・ウー博士なんですけど、はい、あの人別に悪い役者じゃないと思うんですけども、うんうん、スターではないんですよ、うんうん、で残り全員スターなわけ、はいはい、でだからそこのシーンになった時のその違う映画と混ざっちゃってるみたいな違和感が、だからその脇役で今まで出てた時とか別にいいんですよ、うんうん、そうじゃなくてクリス・ブラッドとかローラ・ダーンとか、はい、それからまあそのオーメン最後の闘争の人とかサムニールとか、うん、すいませんそうとかねとかクリス・ブラッドとか、まあ、あの辺全員大スターじゃないですか、うん、それでそこで対面した時の、はい、そのなんとの芝居の質の違い、うんうんうん、ウーさんの人が下手だっつってんじゃなくて、なんていうの、そのスター力が足りないから、はいはい、なんかすごい彼もやりにくかったと思うし、うん、見ててもちょっとなんかいたたまれない感じになるところはちょっとあったかなと思いますけどね。そう、はい、D.D. ウォンってね、ウー博士はあの人はロー&オーダー性犯罪特捜班、うん、でテレビシリーズでね、うん、やっぱりなんていうんですか、まあなんか鑑識とかなんか博士みたいな役でずっと出てて、うん、そこじゃ良かったんですよ、うん、だからやっぱそういうね、だ適材適所ですよね、って感じっすよね、うん、ちょっとまあウー博士で引っ張りすぎたよなっていう感じはありますよね、うん、あと、まあ、やっぱ人数っていうことで言うとですね、はい、やっぱジェフ・ゴールドブラムがですね、うん、もう家とかで良かったんじゃないかっていや本当よ、もともとさ、もともとジェフ・ゴールドブラムってあの人別に恐竜何も関係なくてカオス理論、カオス理論でしょ、カオス理論で、このカオス理論によればこのパークは失敗するって言うだけで人じゃないですか、で今回もさ、こんなパークは失敗するって言ってやっぱその通りになっただけの話であって、うん、なんでそんなやつに金払って雇ってんだって、しかもまあ第一部ね、元祖の第一部からカオス理論がなくてもまあこれはうまくいかんだろうっていうのはカオス理論じゃないもんね、崩壊したのね、別に人間だよ、人間まあね、ちょっとねと思いましたね。でもまあ楽しくは見ましたけどね結論それなんで、結論としてはね、まあ楽しかったよね、はいはい、恐竜が戦ってるだけでね、まあ、なんか元取った気にはなりますよ、元は取りました、元は取りましたよ、うん、まあまあねいやまあ確かにね、いや本当さっきもねコメントで書いてる方いましたけど、はいはい、いやまさかこの時代に燃える昆虫軍団が見られるとは、いやまあで顔に張り付かないかなとか思ってたんだけど、まあそういうことはさすがにないと
いうことなんですけどね。でもだけどほらそっちはそっちの話としてね、はい、恐竜と恐その話はいいんですよ、うん、であっちはあっちで、うん、なんかボバフェットがジャンゴってどんな人みたいな話でしょ、はいはいはい、でなんかあの子もあの子でなんかその、うん、ボバとかね、うん、クロントルーパーとかは別にそんなアイデンティティクライシスを起こしてないのに、うん、ちょっと弱いんじゃないですかね、うんうん、はいはいはい、別人なんだからいいじゃんっていう ね、 だってただのクローンでしょ。そうそう、ただのクローン、ただのクローン。いやいやいや、クローンっていうことはそれ一卵性ソーセージだからさ、うん、あそうですね、そうですね、単にちょっと、はいはいはい、年の離れた一卵性ソーセージっていうだけで、はいはい、別にそんなの人いっぱいいるからね世の中に、うんうん、そうそう、だからその双子とか三つ子とか七つ子とかのこと考えたら別に大した悩みじゃないので、うん、っていうか別にいいじゃんっていうね。でもまあ彼女はそのことで悩んで今回のディザストを引き起こした張本人なんですけど、うんうん、あの全く何も問われてない、まあ、前回のことから思ってましたけど、ね、はい、というね、頭に2つほどそのまだ見てないっていう人がいる感じのメールがある。はい、じゃあちょっと見てみよう。じゃあまずじゃあお便りからいきますか。スクリーンにして、はい、出たかな。ミュウさんからのお便りです。はい、はい、ジュラシックワールド絶対初日に見て感想をメールしようと思ってましたが、うん、コロナ陽性、あらま、あらま、そこからホテル療養になってしまい映画館に行けません。ホテル療養想像以上に辛く、2日目にして気が狂いそうです。あ、わかんない。当初はネットで映画を見まくろうと楽観しながらホテルに来ましたが、狭い部屋に閉じ込められて美味しくないお弁当しか食べられず、うん、動かないからあんまり眠れません。かわいそうね。部屋から出てもいいわずかな時間に廊下に出ると無言で歩く人たちがゾンビのようです。こんな時におすすめの映画があれば教えてください。ちなみに症状は軽症です。目を金属に、いやいや、お大事に本当に、はい、まあまあこんな時、こんな時はまあシーバースとかじゃないですか。え、なんでいやいや、ゾンビじゃないですか。ビルに閉じ込められてうろうろして、みんななんかあのムラムラしてるっていう、ムラムラしてるですから、はい、寄生虫のせいでね。あとはまあそういう時ね、まあだからあのビルが爆発する系の映画がいいんじゃないですか。ビルとかホテルが、まあ、ダイハードルみたいな。わかんないな。でもこそのそういう時って、だけど気分クサクサしてる時って何見てもつまんなく感じちゃったりするから、逆に、ね、まあ、あとあんまり難しい映画見ない方がいいよねっていう、うん、あ、確かに確かに、そう、ね、キャノンボール、キャノンボール、キャノンボールね、キャノンボールいいかもしれない。だから YouTube とかの方がいいかもしれないですよ、本当に、うん、意外と。あのじゃあいつものうどんそば大阪なら大阪でしょ。万能ですからね。はい、もう一回、もう一回、はい、ちょっとじゃあお大事にという、お大事にということですね、ミュウさん、お大事にしてください。さあ、ゆうきさんと読むのかな。はい、お、すごい人が来た。あ、こちら本物の博士ですよ、ね、本物の博士、はい、博士、あ、これ本当だ。小学生の頃にテレビでジュラシックパークを見たことをきっかけに恐竜が好きになり、今大学院で恐竜の研究をしています。素晴らしい。そのため放送までに映画を見られませんが、好きな恐竜のメッセージを送らせていただきます。うん、僕が好きな恐竜はプシッタコサウルスです、ね、全然知らない。プシッタコサウルス、かわいいですよねこれね。、はい、プシッタコサウルスは子供の時は四足歩行ですが、全身の成長が途中で止まり、大人になると二足歩行になる珍しい恐竜です。逆オタマジャクシみたいなことですかね、うん、はい、現在恐竜の成長に関わる研究をしているので、いつかプシッタコサウルスのに関する研究をしたいと思ってます。そのためプシッタコサウルスに行く。プシッタコサウルスは今回出てるんですか。出てはない、出てないですよね、はい、なるほど。ちょっとそれは制作陣に猛省を促したい。素晴らしいですよ、素晴らしい。ジュラシックパークを見たことをきっかけに回収の道に、はい、ね、恐竜ね、本当ですよ。しかもスピルバーグも本望でしょ。本当です、ね、確かに、まあ、こういうことがあるからね、スタートレックをね見て NASA に入ったりとか、うん、そういうこといっぱいありますよね、うん、で僕なんかスターウォーズを見て、今もスターウォーズ見てるだけっていう。何も成長してないじゃない。困ったもんですよね。そういうことは誰でも成長するわけではないって言いますね。しょうがないですね、はい。まあ、でもね、子供の時は四足歩行、うん、大人になると二足。面白いですね。うん、顔も可愛いよね、これ。可愛いですね。うん、早速キャーベン。キャーベンですね。でしたね、これね。いやいや。
プシッタコサウルス、うん、実際にモンゴル渡りでベロキラプトルと戦ってた、はい、えそうなの、戦ってたっていうか狩られてた、狩られてた、さすが、はい、素晴らしい。そんなに大きくないんですかこれは。そんなに大きくないですね、ベロキラプトルも本物はちっちゃいんだよね。なんか僕も今日のこれのために、はい、あのワイヤードの YouTube の、はい、あので恐竜博士だけど質問あるみたいな動画見たんですけど、はい、ほんまこんぐらいなんだよな顔とかね。ああ、はい、そうそう、あとスピノサウルス50センチとかそうそう、だからなんか七面鳥ぐらい、はい、あとなんかなんだっけスピノサウルスも口が幅が10センチぐらいしかないんで、うん、あのすごいでかいんだけど、はいはい、細いから、うん、あのティラノに噛まれたら一発とか言われてて、なんかあといろいろあの勉強になったんで後で言います。はい、はいはい、あ多分同じの見ましたって言ってる。やっぱりね、あれ面白かったです。はい、はい、さてそこから普通の感想になるので、はい、あ、はい、そうだ。であとね、ちなみに今日間に合わなかったの持ってこれなかったんですけど、うん、あのまあターヤンとかも僕大体同じ世代ですけど、はいはい、我々が小学生の時の、はい、にだから恐竜に夢中になって、うん、小学生とか小学生以下 で、はい、で僕もあの学研の図鑑で、はい、大昔の動物というやつを非常に愛読してたんですけども、はい、あれに載ってることほとんど今通用しないじゃないですか。でもまあその腰の骨の形で、ね、あの2種類に分かれるとかいうことはまあ基本的には竜脚類、竜板類と長板類、そうそう、その辺はまあ覚えてて、恥骨が前に出てるか後ろに行ってるか、はい、それが今でも有効なんだよね。はい、そうですね。うん、でもあの描いてある絵が大体全部ねあれですから、ね、立ってるやつだから、うん、そう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 、だからまあね、そういう世代のロートルがお送りしてる。逆になんかやっぱいまだに違和感ありますよね、この前傾姿勢で、前傾姿勢、あの走り回ったりとかされるとなんか、まあでもやっぱジュラシックパーク見たときに、うん、ねえなんかえっとってそうなのかって、はい、うん、あれは多分本物だから、本物それらが撮ってきたんですよ本物をね、だから、はい、あれ見てそうかなるほどと思ったんだよ、うん、はい、いやそのスピルバーグ問題というか、うん、そのスピル、あのほらあの病気で倒れたトリケラトプスあるじゃないですか、うん、あれの前でスピルバーグがこうやって座ってる写真、はいはいはい、いやネットでめちゃくちゃコメントがついて、うん、あの自然保護してるんだ、こんな残酷な人間許せないみたいなコメントがアメリカでつきまくったんですよあのひどいとかで野生の動物にとかって、はい、あの本気でそう思っちゃってる人がいるぐらい、うん、あの深刻な時代に突入してます、はい、さて、うん、はい、ちょっとお便り紹介してみましょうか。ガポポンさん、はい、IMAX3D で見てきました、はい、むちゃくちゃ刺さりました、はい、シロナガスクジラに畏敬の念を抱き生命の星地球博物館でケツアルコアトルスの骨格に魅了され、かつ子どもの時からギガノトとティラノの直接対決を夢見ていたサイズダズまたハの自分にとっては夢を叶えてくれたような作品でした、思えば4年前炎の王国でシャッターの開閉ボタンに手をかける少女を見たとき、劇場でそれをやったら終わりだぞ、いいかそれをやったらおしまいだと少年補導員のようにつぶやきながら、ついに全世界に解放された恐竜たちにシリーズとの付き合いを考えるまでに落ち込みながら余生を過ごし、また今作の前情報でも監督のパート3には遺伝子組み換え恐竜は出しませんというトンチンカンな日和にインタビューにイラッと来ていた自分ですが劇場を出る頃にはホクホク顔でありがとうトレボロの思いでいっぱいになりました。あとスパチャもありがとうございます、前2作の恐竜たちが人間たちにとって分かりやすい善玉悪玉善としているのに違和感を覚えていた自分としては、今作のクライマックスでグラント博士に俺たちには関係ないんだと言わせたのはつきものが落ちたようですっきりしました。というわけで今作は恐竜歌舞伎の面白さにとどまらず前編にわたって見たことのないものを見せてくれた嬉しさで胸いっぱいですという、うん、確かにね、まあね、うん、だから恐竜部分にフォーカスすれば面白かったんですよ、やっぱりね。そうですね、ね、まあ、うん、あの最初と最後に出てくる恐竜スケッチみたいなだけでもね、あれをずっと2時間見続けるのも全然良かったですよ、うん、あのだからなんかナショナルジオグラフィックの映像みたいな、あの予告最初に出てたティーザーあるじゃないですか、うん、あれで2時間半やってくんねえかなっていう気持ちはまああるとしても、うん、でもあのほら女の人があの恐竜追っかけられて水のとこ入ってくとこ、うんはいはい、あそこはすごい僕面白いシーンだったと思うし、うん、あのなんかそういういいとこもあったんですよ、うんうん、はい、声が小さくなったっ、あ声があ僕は横向くと声が小さくなるかもしれないです、ね、あそうそう、はい、こっち向いて喋ります、うん、どうですかね、大丈夫ですかね、大丈夫、まあね、確かにだからそこの問題ですよね、前作あんまり覚えてないんですけど、うん、あのそれみんな覚えて、俺も覚えてなくて、俺もその最後屋敷の中でベロキラプトルと追いかけっこするっていう謎のシーン、はいはい、あれ、うん、
あの監督やりたかったんでしょ。あの歯をいっぱい増やした、はい、なんか何サウルスって言うんだっけあれ。なんかインドミナスレックスというのがありました。インドミナスはでも1個目でしょ。1個目ワールドです、ね、2個目であの屋敷の中うろうろしてたでかいのあれなんですか。インドラプトル。あれインドラプトル、あれもだからその遺伝子組み換えでそこから生まれたってやつです、ね、だからそれ最初の2個はそれがあったということですね、うんはいはい、まあだからあれでほらあのもう恐竜が全世界に放たれたという、うん、ね、はい、そしたら意外と放った責任者分かってんのにね、うん、お前じゃんっていう、うんでまあなんかひっちゃかめっちゃかになってるかと思いきやおおむねあのなんか何怪獣送信劇みたいなあのそう、はいはいはい、なんか怪獣ランドみたいな恐竜ランドみたいなところにやっぱり、うんうんね、いやあれちょっと謎なんですけどその前にあの世界中にもう海を渡って恐竜がこれだけ拡散してしまったって図が出たじゃないですか、うん、あれを全部本当に集めてきてあそこに入れたってことなの。いやしてないでしょ。してないですよね。してないからだから普通にニューヨークとか、はい、あのワシントンとか見るしってことですよね、うん、そうそうそう。どうモロッコのあのなんだっけバタタウン、バトマックス3のみたいなバタタウンみたいなこれもいっぱいいたし、だからじゃああそこは何、あそこの人が好きなやつだけちょっと持ってきたとかそういうことなのかな、あとまああとそこででもでかいの作ったりしてたんでしょ。なんかだっけあのすごいなんだっけあの X メンみたいな名前のやつ、ドレッドドレッドノータ、そうそうそうドレッドノータ、そうそうドレッドノータ、はいはい。なんかあそこでもう一つ やってることがよく分かんなかったっ、まあ、あそこの人たちがあそこは何をやってる何なのかっていうのはだからイナゴの研究してるところ の, イナあの何 悪のモンサントイナゴ研究所っていうなら分かるでしょ、うんはいはい、西地はなんかやけん恐竜いるなっていうかさあ、まあ、これいくらでも話できるんだけど、ええ、あの計画がね、うん、成功していたとするじゃん、はい、イナゴ計画が、うん、成功してたとして、したら一発でバレんじゃん。バレるでしょ。バレますね。バイオなんとか社の、種だけは食わない謎の遺伝子改造されたイナゴがいるって、それだけで犯人誰だって決まってんじゃないか。何だったのあいつだと思って。中学生じゃねえんだからさ。頭が悪い計画ですよね。まあ、あのそうだバイオ新社のあの本拠地っていうのは何をやってるか分からなくって、うん、そこでさらに何をやってるか分からないジェフ・ゴールドプラムって最高でしたね、うん、あなた何で給料もらったここでやってまあでもそれ、まあ、だからねあんな無責任そうなやつをなんで雇うんだかと、うん、そうだからジェフ・ゴールドプラムとだからねヘンリー・ウー博士はやっぱり転職の鬼みたいなことですよねそうそうすごいなと思めちゃめちゃうまいのかね、うんあの相当に、まあ転職うまい、ね、すごいレジュメとかあるんですよきっと、まあ、レジュメもあるし、なんかうまくこう取り入るのがうまい、取り入るのがうまいでしょうね、はい、まあ、でもほらだってあれでしょその、本編には入らないネットで見られるプロローグって、あ、はいはいはい、あの唯一面白いところ唯一じゃないけどあのほら映画館に現れた T レックスは、はい、あれはいつもの T レックスってことでしょ。映画館ほらあの、うん、ドライブインシアター、そうドライブインシアターで暴れまくって、はいはい、そのうち疲れるから大丈夫だよとか言われてた、うん、あの T レックスっていうのは、ジュラシックパーク第1部とかにも登場したという、えそれの子供じゃないの、個体って言ってましたよ。本当ですか。同じなんだ、うん、なんかえでもスケボーってそんな長生きじゃないんでしょ。ほんでなんかトレボローが、うん、だいたい T レックスの寿命ってのが30年弱っていう、うん、だからもう彼女はもう老い先短いんだよねみたいな、うんうん、でもそれが最後になんか戦ってみせたんだ、見せたんだぜみたいな、だからなんかワイルドだろワイルドだろみたいなこと言ってました。ティラノトサウルスに T レックスが負けるなんてありえないっていう意見がバーッとトレボローに来て、なるほど、いや彼女はおばあちゃんだから、うん、大変だったんだよ今回はっていうのをそういう言うかっていう、それはちょっとね、うん、その話を聞かされて一瞬ああなるほどって思ったんだけど、えじゃあ何ドライブインシアターで暴れてたあの T レックスがどう答えだとするならば、それが疲れるまで待ってまた会社にも連れてったって、で捕まえるのに3年かかったってことですもんね、うん、でもねそれ1匹しかいないの結局1頭しかいないの、スピノに3で1回、はいはい、そうですね、されてますよね。
そうそうそう。あれは誰なんだ。あれ誰なんだ。そうなんか素性不明のティラノティラックスがいるってことだよね。だから割とその過去のシリーズへのね、こうなんか細かな目配せがね、オマージュがって言いながら割とその辺雑だ雑だっていうことも含めて、あの説明をされたけど、いや違うと思います。だからその世界の中で恐竜が今どういう状況にあるのかってことが、あの全然わかんないよね、うん、ぼんやりとし、うん、ぼんやりともわかんないですよ、でも、まあまあ、実際はね、よくわかんない、難しい、だから難解な映画です。そ、まあ、そ最初に出てくるさ、うん、そのトリケラトプス密売、はいはい、農場、味噌牧場みたいなのも、はい、あれ何してんのあいつら、あれハンティングとかやってんの。いやでもスポーツハンティングとか、いやだからあれトリケラが卵を産むの待ってんじゃん、だってあれだって明らかにブロイラーっぽかったから、いやいや育てたトリケラどうしてんのかなと思って、うん、食べてるわけじゃないでしょ、トリケラステーキを、トリケラステーキってもういや、まあ俺が思ったのはなんかそのスポーツハンティングみたいなさあるじゃん、なんか縄とかに、でもサファリとか、はいはい、あんな感じでこう恐竜ハンティングとかやってんのかな。でもそれだったら話し合いにしといた方がいいじゃないですか、うんうん、でも何食べなの、あそこはなんであんなギュギュしてたの、ミルクを取るわけでもないし。なんですか、ね、でもまあ恐竜ブラックマーケットもありますもんね、あの世界にも、ね、 あそこの恐竜ブラックマーケットのね、あの思いつき感のすごさ、うん、狭いなって、狭いよね、しかもだってあの車がなんかその後逃げる途中であのカーブ曲がりそこだったらそこに入ってくるんだなっていう、でえどういう道なのあれ、あのあそこから遠くに行こうとしてたじゃないの、すごいいろいろ謎が多い、いろいろ謎が多い、謎が多い、お便り、はい、お便りいきますか、はい、デビルマン原理主義者さん、ジュラシックワールド最新作と聞いて絶対に見に行かなければと思い投稿しました。正直な感想としてはあまり楽しめませんでした、うん、前作炎の王国のラストが大好きで、世界はもうめちゃくちゃだ、一体この話どう終わらせるんだとドキドキして映画館に向かったのですが、前作よりも、目視録感が薄れてしまってがっかりでした。もっとみんな絶望しろよ、世界はもう終わりなんだぞと思って見ていました、うんうんうん、世界の様子が微妙にごまかされて演出されている気がして、うんうん、人類もなんとなく一緒にいられるよとか結論付けられても全く共感できませんでした、はい、無理だよね。ヨシキさんが歌丸さんのラジオでされていたジュラシックパークに全人類が引きこもるという終わり方以外納得できません。今からでも作り直しましょう。まあ、ね、それ皮肉が効いてていいと思うんですけどね、うん、本当に、うん、そう、ほら割とジュラシックワールド前作、うん、第2作目っていうのはあんまり感心しなかったんですけど、うん、やっぱあの幕切れっていうのは、うん、なるほどと思ったんですよ、うん、そういうことかと思って、うん、つまり、まあ、ジュラシックパーク、うん、はい、っていうね、うん、そのこうあのイスラヌブラルって、うん、あの島の話だったものが、うん、今度ジュラシックワールドかみたいな、うん、であの何なんかこうちょっとスケールアップして、うん、ディズニーワールドみたいな、そう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 、ディズニーランドに対するディズニーワールドみたいな意味でのジュラシックワールドなのねと思ってふーんと思ってたら、うん、世界中に行っちゃう、世界中に恐竜がうわーいたら、うん、これであジュラシックワールドってこれのことだと思って、うんうん、なるほどと思ったらそうでもなかった、そうでもなかった、あとあのちっちゃい恐竜と女の子かなんかが遊んでる描写ピョンピョンしてるのとあったんですけど、あれあのジュラシックパック2の冒頭を見た人だったらあれ恐怖以外の何も起こないってことはそれダメなやつじゃんっていう、あなんか、まあ、その辺もつがまれてなんかあれするやつですよ、ね、そうそう、あれすごい危ないやつですよ、うん、死ぬから ね、でも絶対あのジュラシックワールド2の終わり方見たら3は、ね、今度は戦争だとかそういうやつだと思いますよね、思う思う、そうや思う、だってすごいだからアポカリプスものになると思ってたんですけどね、うん、まあ、割と平常運転で、だってあの貿易センタービルの上にケツアル、あれケツアルクワルトス、あれはプテラノドンプテラノドンですね、巣作って空の大怪獣級みたいになってても割と気にしない、そうっすね、気にしろよ、あのちょっとはオーナー、オーナーもちょっと気にしてる、そう、ちょっと気にした方がいいですね、ただまあ意外と人間は慣れるっていうことなのかもしれませんね、慣れるかなまあでも俺だったら餌やるからね、とりあえずね、うん、まあね、うん、ちょっといや、そうそう、ピーターストーミアがあれについばまれて死にましたよね、うん、ちっちゃいやつね、そうそう、トイレだって、ね、まあでもちょっとねその辺はね、うん、どうしちゃったんだろうなっていうね、うん、次行きましょうか、もう一発いきましょうか、はい、C3PO の中の人さん、はい、今作最大の失敗はエンディング&エンドクレジットどちらもパークのテーマ曲が流れないことです、あ、はあ、
過去作はもやっとすることがあっても最後にテーマ曲が流れるのでなんだかんだ細かいことは気にせずオールオッケーみたいな気持ちになれるじゃないですか。分かる。シリーズのお約束だと思ってたんですが今作は最後に流れないのでもやっとしたままです。でも家に帰って聞きました。うん、今作はまあまあの良さですねと。もやっとしてる皆さんテーマ曲を聴いてみてください。全て解決です。確かに分かる。あ、今脳内に流れてます。あのスタートレックの映画版が全部これで最後のエンドクレジットでオリジナルのテーマかかるんでよしって言ってあのなんか内容全部忘れてなんか見たなきゃよかった今回もよかったとか言って帰ってますから毎回ね。あのそれはね分かる。あとそうですね、あとねスパイダーマンもね何があってもねあのテーマが流れ出した瞬間にね、はい、リセットされるんです、ね、そこでまあいいかっていうね。そういうもんです、ね、わかります。それはしょうがない。確かにほらメインテーマとあとテリリ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 ジュラシックワールドちょっとね最新作駆け足でちょっと振り返っていきましょうか、はいね、ここから駆け足ですね、はいはい、さあ作った人コリン・トレボロー監督脚本、はい、うん、これなんか微妙にイラッとくる写真なんか狙ってる上から目線で狙ってる、ね、はい、でこれさっきみたいに俺ジュラシックワールドはそんなに嫌いじゃなくて、はい、うん、まあ1個目はね1個目はね、はい、あのまあいろいろあるんですけどやっぱり一番うまいなと思ったのはあのガキが怪獣、あ、恐竜オタクのガキが出てきて、はい、全部何の恐竜かって説明してくれるのか見た瞬間に見た瞬間に言って あれは最初でガキうぜえって思うんですけど、はい、やっぱあの説明が大事だなと思って、うん、確かにね、今回本当に毎回出てくるたびにギガノトサウルス地上最大の肉食恐竜って、はい、あれ3回ぐらい言ってなかった。3回ぐらい言ってもういい加減にしろとあれは脚本上の大問題だと思うね、うん、ちょっとさっき聞いたしっていうね本当にもう知ってるしって、それだったらもう下に字幕で止め入りしてギガノトサウルス地上最大の肉食類ってそれでいいよもうテレレーってそうしてくれた方が逆にためになると思う。そうだよね、うん、っていうね、うん、はい、もうトレボローさんですよ。トレボローと言ったらやっぱりまあちょっと一緒だからキャスリン・ケネディと、うん、揉めて、うん、はい、スター・ウォーズから出てきた人、うんうん、で面白いですね。こっちのプロデューサーはあれでしょ、あのフランク・マーシャルでしょ、あのジュラシック・ワールドの方、うんうん、なるほど、そっちでねというね、はい、でまあその脚本の話出ましたが、はいはい、脚本を書いた方です。エミリー・カーマイケルさん。なんだろう、この写真は。これは何ですか、なんだろう、この人。これはこの間のプレミアだと思います。プレミア、なるほど。プレミアにこんな格好出てくる人なの、脚本の方が。何者ですか、一体。スーパーヒーローなのかもしれないね。代表作、パシフィックリム。英語監督、脚本家、アニメーター、上位、すごいですね。代表作、パシフィックリム、アップライズ。おっと。なるほど、帰ってくれちょっとこの悪魔合体感が出てきたらなるほど、すごい面白いな、ね、はい、なるほどね、かっこいいね、脚本って難しいんだな。やっぱりこう、やっぱちょっと表出る時私はもう決め衣装で、うん、勝負服で行くよっつって、うん、これっていうのはすごいかっこいいと思うからう、ね、あの全然普通にリスペクトするけど、憎めないです、うん、かっこいいです、憎めないです、はい、憎めない、まあ、ちょっと今後の、ね、活躍にちょっと注目してた、うん、毎回この格好出てきてるんですよ、ね、プレミアに、ね、はい、でもなんかね、そのそれこそだってパシフィックリムアップライジングとその今回のジュラシックワールド新たな支配者の脚本の人とか、はい、なんか最近そういう人多くないですかと思って、どういう人、なんかね、なんていうか、あなたはあのすごい大きな仕事をしてるけど、あのどういう方なのみたいな脚本家って誰だっけ、それこそスカイウォーカーの夜明けと、あとその前のザックのジャスティスリーグとか、うわ聞こえない、あとバットマン対スーパーマンの脚本書いたクリス・テリオっていう人がすんごい、なんか多分ね、どっかから急に出てきてめっちゃ大物みたいな感じになったんだけど、その人白人、
多分あだからだよいやなんかまあでもねやっぱスカイウォーカーの夜明け以来あんまり名前を聞かない感じになるんで、うん、やっぱそういうもんなんかな。スカイウォーカーの夜明けがみんなの夕暮れになっちゃったってことだよねうまいこと急にうまいこと言いますねいやいやいきなりくだらないくだらないしすいませんまあねいろいろ、ね、あるんですよね。あありますあります行ってきます、はい、そうねサイモンキンバーグとかねなんかね、うん、あまあいろいろそういうことあるんですよ。なんかそのあのねだからねあのやっぱ人当たりがいいとか夜当たりあ夜当たりがいいとか、あとやっぱあの飲み会に夜中でも来るとか、いろいろそういう事情が重なってなんかなるんだと思いますよ。まあね、あとそれからやっぱりそのさ、そういう時話してることがすごい面白いとかね、はいはい、だからプレゼンうまいとかいうことあるかもしれない。でプレゼンがうまいから書いたやつもみんなで読んでるときに、ここは実はこれこれこうなってこうなるんですよ、面白いでしょって言って本当だな通しちゃったからあとであれ話おかしくないってあれみたいなことはあるかと。昔からさそのハリウッドでそういうよくわかんないままポットてのやつっているいますね、いますね、いたんですよ。いますあのそれ黄金時代からずっといるんだけど、はいはい、そのね、昔の方でさ作品放送多かったから、はい、そういうのがいてもまあ淘汰されるまでに時間が、うんうんうんあったんですけど、あっていっぱい作られてたけど、今みたいに少ない本数でしかもそのメジャーの映画がそれほどしかない状況で、うんはい、その感じで入ってくると、うん、悪目立ちしちゃうっていうね。それはあると思いますね、うん、確かに。でもねやっぱりそういうそのだからそのねあのなんだろうどこの世界もそうだと思いますけど、みんなその能力だけで評価されるわけじゃないから、うん、あの何業界でもね、うん、あの得てしてあることなのではないでしょうか、うん、というね、はい、さてやっぱりあのつけと時計とかね、こっちで、はい、お付き合いとかね、うんはいはい、じゃあさあじゃあ今日のね、はい、どっちかといえばあの本編ですね、はい、見てみようブラックホール図鑑、うん、ジュラシックワールドの恐竜たち、あのね、これ学研のね大昔の動物の表紙みたいになってる、ちょっとあれよかったですね、尻尾で立ってる、尻尾で直立してる、尻尾で立ってる、この尻尾がねうねうねねハリハウゼンとか動かすんですから、もう最初がちょろっと、本当ですガラガラヘビみたいな、ガラガラヘビみたいな、あれが好きだ、恐竜ってこういうもんだよねって思ってるよね。さて映画に登場するもの中心にね、そこ言ってたまずホモサピエンス、ホモサピエンス人間、なるほど、はい、ホモサピエンス、どうでもいいやつですね、はい、本当に記念写真だな、うん、本当記念写真でしょ、ね、これさそうなのよ、 こういう人数でみんなでこっち向いてたバカみたいだから、うん、あれなんですけど本当そういう多い映画 でそれもしょうがないんですよ、そうするしかないんだから、ね、うん、人数多すぎて同じとこにいるし、そうですね、うん、別のとこいればねいいんですけど、はい、しかもこれが最終的にはもう3点に分かれて、はい、なんかね、うおさおすると、うおさおする、この黒人 の、 あの飛行機 の、はい、あのお姉さん、はい、もう最後まで何の何なのかよく分からなくてあの僕は誰なんだっけ、そうそう誰あのなんか見落としたんじゃないかと思うぐらい途中からこの人誰だっけな、なんでこれ一緒にいるんだろうみたいな、なんで言ってくれるのか全然分かんないけど、いや俺これあの気が変わったから、俺もだから最初見た時はてっきり荷物をあそこにあの、うん、ワールドに届けに行く予定で、はいはい、それについに便乗させてるのかなと思ってたんだけど、うん、全然違うんだよね、全然違う、あのねやっぱあのあれは情で動いたんですね、謎の情で動くんだよ、写真を見たら情が動いてしまい、うん、やたらとさ情で動くいい人多くないこの映画、うん、なんかドラマですからクローンの女の子見た瞬間にもっとなんか劇的な展開があって、ただ普通にふーんみたいな感じで通るからそう、まあね、あとほらこのパイロットのお姉さんとクリプラが、はいはい、不時着するでしょ、うん、でその前にあのブライス・ダラス・ハワードに、はい、君だけ脱出するんだとか言って、はい、特に誰もそれでね、あの無傷でドアボーンって出てきたからね、うん、そうそう、普通にみんなで降りた方が混乱は少なかったんじゃないかいや でもね俺思ったんですけど、はい、あんな分厚い氷が張ってるね、うん、湖に落ちて、うん、出てきて何も寒いとも一言も言わない、もう全然平気、もう出たから余裕みたいなのはちょっとさすがにどうかと思いますよ。あれ冬なの？いや冬です、冬って雪山ですもんね、あそこね、雪山だもんね、うん、でもなんかでも、マルタ島はなんか熱帯みたいだったし、まあ、マルタ島だからしょうがない、マルタ島で、マルタ島とイタリアってそんなに緯度変わんないよ多分、だから山の上だから山の上の方だから、まあ、山の上の方という、まあ、山の上なんであのこのなんか
擁護したり押してみたり忙しい忙しい忙しい誰かがちょっとおかしいみたいな感じに出すとそんなことないよ。そうそう、なんでまあだからあのね嫌いになれない映画ですね。はい、さてはい、はい、どんどん行ってみよう、はい、お便りいただきましたアクトンベイビーさん、はい、小学校低学年の時に見たジュラシックパークは間違いなく生涯のトラウマ映画の一つです。わ、うん、かります。それからスピルバーグ作品をレンタルビデオで追いかけ映画好きになるきっかけとなりました。なるほど。全体的にジュラシックパークというよりもシリーズ全体へのオマージュ満載のジュラシックワールド、うん、新たなる支配者ももちろん大興奮というわけではなかったのが残念です。まず思ったのがサムニールやローラ・ダーンといった旧作のキャストにありがたみがそれほどなかったこと。ジュラシック・パークのメインキャストは何といっても恐竜であり登場人物にそれほど強烈な人格が与えられていたわけではありません。還暦をとっくに過ぎたサムニールやジェフ・ゴールドブラムの元気な姿に感動はしましたがあの人気キャラに再び会えたという特別感は訪れませんでした。そもそもクリス・プラットや、ブライス・ダラス・ハワードが旧作キャラの焼き直しなので余計に再登場の意味合いが薄れたと思います。あのちょっとこれはまた言いたいことがあるんですけども、はい、なんだこれ、これはあのトレボローの問題だと思うんですけども、うんうんうん、サムニールがローラダウンに再会するところとかそれからこっちの人たちがその伝説の人に出会うシーンとかの撮り方が雑で全然盛り上げるような撮り方をしてないんですね。で僕はもちろんそれをわざとさらっとやることでより深い感動をもたらすやり方もあると思うんですけどどっちにもなってなくてなんかただ撮ってんの。でスピルバーグだったらねその再会シーンをもうどんぐらいグイグイ上げてくれるのかっていうことを思いながら見てたんですけどあの明らかにそれは演出がなんかおかしいと思う、うん、と思ったの思ったな。それはちょっとおかしいと思いました。はい、まあ、あとまあそれもちろんそうなんだけど、うんうん、まあ、話として別にサムニールあそこに出てくる必要ないよねっていう、そう全然だってね あんな仕事するんだったらクリス・プラットにやらせた方がよくない、どう思う体動くんだからさっていうのがあるんで、だってサムニール呼ばれたのはあのスパイごっこやるためなんでしょ、はい、そんなことにそんな学者を使わないでほしいんですよ。それなんかねドローンとかでやるあらあらあのスパチャありがとうございますありがとうございます。しかしまああのアラン・グラント博士がねとあの最初に登場して相変わらず化石を掘ってるっていうのはちょっと、うん、ちょっといいなって思ったんですよ。うんうん、だってあの世界生きた恐竜がバッコしてるわけですよ。でまだ掘ってるっていうね。まだ掘ってるってそこはいいなと思ったけど。いやだってあの見つかってないやつがあるかもしれないからね。ああ、うん、自分これしかできないんだ。ちょっとかっこいいね。そういうことですよね。かっこいいなそれは、うん。なんかそういうとこからないろいろやりようあったはずなんだけどな。すごいあまりに普通に出てきたから過去作の人だと気づくまで5分かかる。あ、スパちゃんありがとうございます。はい。ただのジジイじゃねえか。さて、はい。はい。そして、もう一つ。シン・ザ・ジュラシック・メガマックス・サンダー・ドミニオンさん。すごい名前だ。はい、個人的にはハードル下げ下げにしていたのでダメージは少なく済みました。とは言いつつ劇場出てからのおかしいんじゃないかという気持ちはすごかったです。映画を見ている間は柳下さんがドミューンのゴーストバスターズアフターライフ会で同窓会映画の話になった際に某シークエルに対しておっしゃったあんな同窓会は見たくなかった集まっちゃったかというセリフが終始頭の中でリフレインしていました。これは某星球大戦シークエル3部作でも思ったことではあるんですが2作目の監督がちゃぶ台をひっくり返したんだから3作目もやれよと思いました。ただシークエルエピソード9の時は中爆が爆発したあたりでもう映画館でよっかなってとこまで行ったことを考えるとそれよりはマシでしたという、ね、まあ、それで30秒して生きてたと馬鹿にしてんのあっちだった、ね、まあそういうことはよくあります。そうそう、9にもローラダウンが出てましたね。あもう、はい、8じゃない8で特攻したんですよ、はい、特攻司令官特攻司令官無能を絵に描いたよ ね、 はいはい、まあ、ちなみに僕は今日はあのさっきネットで見たら、はい、いや多いみたいなイラストはあのローラダーンがやった髪の毛紫の司令官が、はい、紫の体の色のエロいトワイレックの女の人とレズってるってで、あのまあそれだけです、はい、そういうものもあった、はい、さてありがとうございます。ありがとうございます。
ホルド注意ね、ホルド中傷、そうそう、それです、はい、ホルドマニア、もうその話やめようぜ、もうあのしたくないんだから、思い出したくないんだ、うん、はい、っていうね、はい、はい、さて、はい、はい、そして、もうちょっと忘れてた、さっきも名前出ました、ヘンリー・ウー博士、はい、そうだ、この人もね、この人さ、だから もともと大した役ではなかったはず、まあね、なのに、そうなんですよ、多様性の波に乗ってさ、それかメンバーの一員みたいな顔してんじゃん、そうですね、おかしくないと思う、いや、だから、それはおかしくない、おかしくないっていうよりも、だからその、だから役が大きくなりすぎて、で、だから、この、明らかにそのね、なんと、この人には申し訳ないけども、やっぱスターが、とね並ばないですよ、うん、そこが本当にどっちにとっても不幸なことだと思うし、でね、そのあのだからなんつうの、こうこれだけスターの顔面力が高い映画で、はい、あのアップが絶えないっていう問題がちょっとかわいそうだと思いました、うんうんうん、確かにね、うん、髪の毛伸ばしてさらに薄くなっちゃったね、誰だっけ、うん、でしかもこの人さ結局諸悪の根源でさ、全部こいつが悪いんですよ、まあ、ワールド三部作 そうですね、はっきり言って言われたことやってただけですとは言ってますけどね、はい、まあでもあの恐竜がいっぱい広まったのはクローンのお姉ちゃんが悪いんで、はい、この人はイナゴ作ったりした、まあ、イナゴはね、イナゴはね、インドミナスレックスもこっちインドミナスもこの人が作りました、すっげえ悪いやつじゃん、はい、ね、はい、もう一人です、はい、ホモサピエンスワーク、はい、でドジスン、ドジスンさん、このなんかこのルイス・ドリスンって名前がもうイラつく、いやね、イラつくね、うん、でそんな話じゃないじゃん全然、うん、あのじゃあ何穴の中にだってそれだったら女の子がもっとでかくなったりしないと整合性が取れないですよ ね、 ね、うん、ルイス・ドリスンはちょっとないですよね、まあ、なんかあのジョブズと、うん、あのなんか合わせたような、ジョブズとピあのなんだっけアップルの今ティム・クック、ティム君合わせたような、合わせたような、もう本当にいい加減にこういうその IT の人もの描写もいい加減にしてほしい、うん、確かにね、ね、もう飽きた、なんかいないのかね、もっとこう、うん、いいロールモデルは、ね、ね、うん、この人はあれでしょ、どっかジュラシックパークに登場した、はい、あのなんかね、シェービングクリームも持ってきた人でしょ、そうそう、ここにいるぞ、あこいつですってあのミームのね、そうそうそう、はい、まあでその出世したってことですね、はい、うん、で俳優演じた俳優の人はなんか不祥事を起こして性的、はい、そうなの、そんであのジョージ・シー・スコットの息子キャンベル・スコットに交代した、ジョージ・シー・スコットの息子なのこれ、そうですよ、キャンベル・スコット、ちょっと演じすべきだったんじゃないですか、お父さんに全然追いついてないね、うん、まあそれしょうがないか、うん、はいはい、あのこの間はあれですよね、アメージングスパイダーマンというやつで、あのピーター・パーカーのお父さんとかやってましたよね、ああ、うん、そうなんだ、やってる、しかしルイス・ドジソンって名前本当ひどいと思うな、はい、どうかと思いますね、はい、さて、まあ、あのそういうね、あの薄い人たち人間たちの話はまあこれぐらいにして、はい、よーし出たぞ、お出ました、はい、こっから先だ、こっから先はね、こっから先はあのニコニコ恐竜コーナー、はい、まさにジュラシックワールド、さあやっぱりあのこのシリーズといえばのティラノサウルスレックス、はい、はい、だからジュラシックパーク でも実は同じ個体だったってこと、ね、ずっとそういうことで、ずっと同じ個体だったのか、まあ、もうちょっと分かるなんかマークをつけてる、ね、ブルーみたいにね、ブルーが色で分かるみたいな、まあ、目のところにすげえ傷があるとかね、まあ、でもなんか残ってんちゃうよ、引っかかれた傷は残ってるんですよね、うん、って言うけど分かんないからね、そうそう、しかも暗いところで撮ってるからもう分かんないんですよね、確かに確かに、はい、そうそう、はい、レクシーですね、はい、レックス君、はい、そしてはい、ムッチ富士さんからのお便りです、看板である T レックスの顔を立てた最後の戦闘部分、小学生の時に見た3でスピノサウルスに瞬殺された時のトラウマ級ションボリを再構せずに済みました、テリジノサウルスもそうだそうだと言っていますみたいな、声が脳内で聞こえたようなそんな共闘シーンでした、ね、ラドンもそうだそうだと言ってます、はい、ラドンもそうだと言ってます俺あの映画あの生まれて初めて劇場に行った、映画なんで、多分東宝チャンピオン祭り版だと思うんだけど、三大怪獣、三大怪獣、三大怪獣、もうだからあのナレーションは忘れられないというかそういうものだなと思って見たからね、怪獣っていうかってね、だってここからあの恐竜すごい多いから、はい、相当サクサクいかないとお便りが読めない、サクサクいきましょう、はい、もう基本パワーポを見ながら、はい、これは、はい、
で、まあ、CG ばっかじゃないんだよっていう今回ね、はい、今回も、はい、今回もでっかい作り物いいですね、はいはい、まあ、これはね、はい、スタンウィンストンスタジオの、はい、半分ぐらいがジュラシックパークのおかげで2年ぐらい食えてると思うんです、まあ、スタンウィンストンスタジオはでっかいもの作らせたらね、うん、でっかいもの作らせたらうまいですから、うん、うまい、はい、でまあ、近年は、まあ、羽毛が生えていたという、でっかいものうまいのはいいんですけど、ね、エイリアン2の時とかはクイーンエイリアン作ったら、はいはい、運び出せなくてしょうがないから切って出したのね、洗い中華家じゃないわ、運び出せない、運び出せない出せないよ、ドアよりドアよりでかいでかいの作っちゃったあれとかどうかと思いますね、はい、さて、はい、そして毛が生えてるっていう最近のこれどうなの今は、子供の時は生えてたんだろう、ただ成獣になったら生えてないんじゃないかって言われてたんですけど、はい、最近こうティラノサウルス科の人たちも、人たちじゃない恐竜たちも、うん、結構大きくなっても毛が生えてたっていう、うん、その化石とかも見つかってきてるんで、うん、もしかしたら生えてたかも、ね、なるほど、あ、そう、ティラノサウルス、レックスじゃなくて他のティラノサウルス、はい、レックス、はい、そうですね、ティラノ、うん、のやつも出てたっていうふうに言われてますね、はい、毛がね、それは認めたくないから、はい、認めたくない、ね、うん、まあ、ない方がいいな、さて、うん、はい、問題の巨大イナゴさん、サイズ、体重、食性不明、まあ、食性不明なのかな、なんかあれでしょ、だから麦食う、麦食う、小麦食う、あそこの会社以外の麦はいやでもさ、あそこの会社の麦は食わないにしても麦以外だって食うでしょ、イナゴ。そうなんですよ、だからね、あの辺りも全部丸坊主にしちゃうと思うんだけど、だから僕は村一つ白骨になってるぐらいの描写があるべきだと思ったんですけど、確かにな、まあ、そういうのはないと思うんですね、はい、確かに、でもイナゴがこう暴れ出した時のあの退治するやつがボタンを押すと火が出ます、火が、あの仕掛けは誰が作ったの、しかもこう移動しながらこう失敗しましたみたいな、殺虫剤悪じゃねえのかよと、すごいな、すごいよねどういう仕掛けなのあれ、なんかガスバーナーだから本当、まあ、火炎放射みたいなのついてるんですけど部屋の中に、いやーっていうね、それどういうつもりだよ作ってるのかっていう、証拠隠滅するにしたってあんな雑なのあるよね、そして天井の素材が弱いという、ね、弱い、はい、失敗しましたみたいな、うん、さて、はい、さあフェルさんから、はい、まあ、見ている間は007と思ったりゴジラ映画かと思ったりこれは恐竜映画かなのかとも思いましたが、アクションシーンの迫力、メイジーの可愛さ、ドジスンの名前を聞いてあのドジスンと普通に楽しめてストレスも発散できました、が終わってみるとでかいこの話じゃねえかとモヤモヤが、ドジスンやスプレー缶とかを出してくるあたりはやはりスターウォーズにおけるダイス問題がここでもかとまたまたモヤモヤ、恐竜との共存が可能かとか、部分もあまり触れられておらず、状況はオープニングと変わんないじゃんと、さらにもやっぱり、ね、モササウルスが海にいたんじゃクジラとかも食べられちゃいそうだし事故も頻発するでしょう、イナゴを駆除するのではなくて恐竜を絶滅させる方向でも納得いく話が作れるのではないかなという感想です、ね、まあ、そもそもこれイナゴ多分駆除できないよ、ね、絶対あんな、あの手の遺伝子でばらまいてって絶対失敗するに決まってんじゃん、うん、もう最初だってジュラシックパークの一作目の時にライフ・ファイン・ザ・ウェイって言ってたわけでしょ、はいはいはい、そうですね、まあ、でも一匹いいの作ったらもう大丈夫ですよ、バッチリなんですよ、そ、ね、そうなんだ、ね、まあ、気になりますよ ね、はい、さてまたちょっと寂しい気分になっちゃったんでまた恐竜を見てね、はい、景気のいい話、はい、ですね、盛り上がっていきましょう、ね、ギガノトサウルス、ギガノトサウルスね、ギガノトサウルスね、すごいすごい、すごい、最近見つかったんだ、93、うん、最近じゃないね、30年前ですね、ジュラシック公開の年に見つかった、ああそうか、はい、でかい、でかい、でかい、地上最大のアロサウルスに近い、近い種類だ、へえ、手がでもでかいの、ね、手がない、ああそうかそうか、時期的にはどうなんですかこれは、ジュラ紀の恐竜、これは白亜紀じゃん、白亜紀、はい、なるほど、アルゼンチノサウルスなどの超大型恐竜も餌としていた、アルゼンチノサウルスって多分今世界最大って言われてるやつですよね、あそうですね、すごいな、でかい、群れで狩りをしていたこんなのをね、はい、さて恐ろしい時代だな、明太チーズマヨおにぎりさん、劇場で初めて見た映画が両親に連れてってもらったジュラシックパーク1作目、まだ4歳かそこらでした、それから映画と恐竜が大好きになりました、
全シリーズ劇場で見ることを続けてきた思い入れ深いシリーズが今回で完結ということで、ホクホクな気持ちで挑んだんですが、好きなシーンはあるけどなんだか全体的にスッキリしなかった印象でした、うん、子供の頃ギガノトサウルスの記事を見て、いつかジュラシックパークで出てきてくれないかなとずっと願っていた T-REX 対ギガノトサウルスにはため息が出るほど感動しましたし、うんうん、過去作のメイン3人が揃うのはとても楽しく見ました。黒幕のトジスンが出てきた時も、うん、痒いところに手が届く感じが嬉しかったのも事実です、うん、しかし物語の展開がいつも通りパーク内のいざこざであまり新鮮味を感じませんでした、うん、同じように、パークを舞台にした4作目ジュラシックワールドは見たことはあるけど新しい何かで満ちていたような感じがします。具体的な案はありませんが、もう少しソリッドな結末を期待していたのかもしれません。これで完結って思うとなんだか寂しい気がします、ね、でもこれ完結って言ってるの日本の宣伝だけっていう話があるんですけど、らしいですよね。だって最後見てもだから全然やる気満々にになるかなと思いましたよね。別に話なんぼでも作れるからね。作れますよね。だって終わらせなかったから、うんうん、まあ、ジュラシックパークと来てワールドと来たのでこの後は何でしょうか。ジュラシックスペース、ジュラシックスペース、ユニバース、ユニバース、ギャラクシーみたいな。やっぱりコバルト爆弾で地球をぶっ飛ぶやろうでしょうからね。ダメなんじゃないですかね。厳しさが欲しいですね。まあ、この方おっしゃってる、でもね、そのパーク内4作目のジュラシックワールドは新しい何かで満ちていたっていうのは、それはパークがオープンしたってことなんですよ、うんうん、そうそう、これまでのシリーズの中でパークがオープンしたのは4作目だけですから、はいはい、そこはすごい良かったと思いますね。営業できた、お客さんも来たみたいな、ちゃんと戻されるようになった、ちゃんと T シャツ持ってた、そう、まあ、数日の営業でしたから。まあ、だからまたプラークをオープンするという手はね、あるかもしれないですね。そうですね。でもそこら辺にいるんだから別にパーク行かなくても見れんじゃないか。まあそうなっちゃったからな。だからやっぱり人間パークを作って、人間パークを作って、はい、というね、はいはい、はい、さて、これがギガノトサウルス、でかいね、はい、でかい、でかい、あ、こんな骨あんだ、もうあるんですね、うん、これ、まあ、これほとんど出てるってこと、それともこれごく一部のを残りは、いや、これ確かなんか完全体出たんじゃん、出たの、すごいですね、すごい、はい、まあ、またね、でっかい作り物、うん、はい、作り物でっかいですね、はい、まあ、でっかい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 、いいですね、景気がいいな、うん、はい、そしてまあシリーズでおなじみのやつ、ベロキーだと、はい、はい、うん、そうですね、ワールドに至ってはもう主役の一人ですよね、うんうん、なるほど、はい、実はそんなにでっかくない。なんかでもほら、ジュラシックパークの位置この間見返したんですけど、はい、なんかで、なんか、ね、ジュラシックパークのその恐竜の飼育担当みたいな親父が、はい、なんか10匹いたけど、何匹いたけど、はいはいはい、半分以上食い殺して、はい、群れの リーダーになったみたいなこと言うじゃないですか。はいはいはい、その凶暴さはどこに行ったんですか。よくわかんないですけど、それはクリス・プラットが鳴らしたから、鳴らした、そうなの、うん、まあ、はい、じゃあそれで、これじゃあそれで、それでいきましょう、はい、あれ大体これでこうやってこう、しつけられるもん、あれワンの、ね、これあの的なやつはこれやったら食われちゃう、そうそもそもこれは何だったの、うん、これ何を意味してるの、あの時はだけどなんかこっちでカチカチ音出してたんで、それ、ね、それあれはなくていいのかなとかね、いろいろ気になりますけどね。まあでもサムニールもできてましたね。だからまあ清い心を持ってる、清い心、清い心か、はい、あの、なるほど、そうで、ベロキラフトはそんなに大きくない、大きくないってさっきのお話ありましたけどね、はい、まあジュラパのやつは DNA をちょっといじって少なっちゃったっていう話だと思ってますけど、はい、まあ現世生物で例えたらコヨーテや七面鳥と同じぐらい、ね、これこのそのベロキラプトル最強説とか出てきたのは全部スピルバーグのせいと、あ、そうです、ね、そういうこと、スピルバーグの妄想だった、はい、うん、スピルバーグじゃなくてマイケル・クライトン、マイケル・クライトンですね、はい、はい、はい、なるほど、はい、ただ群れで動くってこともないって言ってましたね、うん、割とあれですけど、なんかだってまあベロキラプトルってなんかあれですよね、卵泥棒、オビラプトル、オビラプトルが卵泥棒、ベロキラプトルも卵のそばで化石が発見されたから卵泥棒と名前つけられちゃって、実は全然そんなことなかった、全然そんなことなかった、自分の卵だったんでしょ、そう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 、そうそう、まあ、でも守ってた、どっちかっていう、まあ、だから化石を読み解くのは難しいところだね、昔はこう産みっぱなしだったっていう説があって、ああ、泥棒何も、なるほど、はい、
はい、はい、そしてはい、でまあね、はい、どうしたの、眠くなっちゃったのこれちょっと寝てますね、うん、はい、テリジノサウルス今回の、はい、はい、今回の目玉、目玉、面白怪獣、面白怪獣、面白怪獣、うん、これはびっくりしました。僕あの全然テリジノサウルスって知らなくて、はいはいはい、あのターヤンにこんなの本当にいいのって聞いたらいますよって言われて、え、こんな漫画みたいな嘘みたいなやつ、恐竜がと、さすが、さすが恐竜の世界がすごいよね、すごい、うん、これめちゃくちゃ良かったね。これがね、はい、ドツンドツン追っかけてきて水の中に潜るまでのところが僕はさっきも言ったけど、うん、今回のベストシーンなんで、うんうん、でもこいつって草食恐竜なんでしょ。そうです、もともと肉食だったのが草食化して、へえ、なんか多分雑食だったんじゃないかとも言われてますけど、はい、だからあのくちばし化、口もくちばし化したり、なるほどなるほど、へえ、ね、キャベン、はい、だからこれもアジアモンゴルのあたりで、あのなんだあれですね、タルボサウルスっていうティラノサウルスのちょっと小さい版と戦ってたんじゃないかとこう言われてる、へえ、やっぱあのモンゴルというかゴビ砂漠の発掘がだいぶ進むようになって、そうですね、いろいろ変わったって感じ、はい、めちゃめちゃ変わったって言いますね。なるほど、はい、このテリジノサウルスっていうのはこれいつ頃メジャーになったんです。あんまりその僕のようなこうオールドスクールの恐竜っ子はロートルニア知らなかった、うん、どうさっきお便りもあったし、はいはい、まあここ十数年はメジャーってことですよね。そうですね、恐竜感とか出てくる、 BBC のあのウォーキングウィズダイナソーとかでも結構フィーチャーされてたりなるほど出たので、まあここ10年15年とかそういう世界だと思いますけど、ね、なるほどなるほど、爪って実際武器になったんですか。わかんないですね、なんか穴掘アリクイみたいに穴掘じくってたんじゃないかとも言われてますし、でもあのギガノトサウルスはブッスー、いやいやでもあれはブッスーって本人がやったんじゃなくてティラノが投げたからたまたま刺さったんで、あれはだからそのこのテリジノサウルス的にはいいんじゃないですか。だってびっくりしてたらつい刺さったっていう演出だったんで、刺さったなって言ったら、だからあれはまあありですよね。ってことはあれは別に何、あの自分も戦うって言って乱入してきたというよりかたまたま、はい、たまたま、はい、巻き込まれて、まあ、あれでこうアリクイ最強戦、うん、テリジノサウルス最強戦、ああ君ねみたいな、テリジノサウルス最強だよ、まあそれはあのなるほど、あの びっくりしてた、まあ、だと思ってますけど、はい、さて、まあ、でもそんなんだったら最後トリケラトプスが出てきてね、あの角に刺さるのでいいじゃんかとか思いましたけど、ね、まあ、確かにね、本当にね、好きなんだから、好きなんだよ、ね、全く見せ場がないですからね、まあ、あとまあやっぱステゴをもうちょっと活躍させるとかね、ステゴ、まあ2でね、活躍しました。はい、フェルさん、今回ホラー映画のオマージュがいくつもありなかなかうまくハマっていた気もするので、ホラージャンルとしてのジュラパも見てみたいと思いました。個人的にお気に入りだったのは爪の長いシザーハンズのような恐竜の初登場シーンで背後から迫ってくるシーンが、結構息を飲むシーンになっていて、前編これでやってくると思いました。シャイニングは完全にギャグでしたがっていうね、これさっきのフレッシュさんが言ってた、シャイニングはちょっとあれでしたけど、でもあの1作目と2作目、ジュラシックパークの1の2、はい、それからジュラシックワールドの2個目は割と全部ホラー寄り、はい、ホラー寄りなんで、まあだからあの、まあ、特にジュラシックパークの1個目めちゃくちゃホラー寄り、完全にホラー寄りですね、ホラーって、まああれはスピルバーグだから、そうですね、だからまあだってね、あれを見て黒沢清があれはあの象にしたらいいんじゃないかとか思い考えて妄想練っていたっていう、ジュラシックパークのあの要するに、ベロキラプトに襲われるところが、はいはい、あれが象が鼻でこう探ってくるみたいな妄想してた話を聞いて、本当にちょっと頭おかしいなと思って、まあ、シャイニングのああいうのはね、だってあれあの、まあ、あのチャッキーのね、うん、5作目とかでやってるようなことなんで、うん、あのこういうシリーズがね、うん、ジュラシックパークみたいな、まあ、権威あるシリーズがですよ、はい、やるのはちょっと品がないなと僕は思います、うん、はい、ちょっと悪ノリが過ぎる、悪ノリが過ぎると思いますね、うん、はい、さてちょっと苦言を呈して恐竜に戻るっていうパターンに、はい、はい、ちょっと一つ飛ばして、確かに、じゃあディロフォサウルス、はい、これは、ジュラシックパークの最初のやつ以来の感じですかね、はい、うんうん、あの襟巻きでびっくりさせる係、え、で、あの毒吐くやつ、毒吐くやつ、いや、これ毒吐くのも襟巻きも嘘なんでしょ、そうです、はい、ね、どっちも本当はないんでしょ、はい、この
頭のコブっていうかトサカみたいなやつだけは、うん、があるだけで、はい、だからこの襟巻きだからその2つ覚えてる特徴があるとしたら、はい、襟巻き毒を吐くでどっちもそうじゃない。だからこのジュラシックパークのせいで完全に異なる印象を持っている。襟巻きじゃなくてここについてはいたんだよ。ついていたわけじゃない。ね、ないないのないないらしいですよ。はこのトサカだけっていうか。トサカだけ。ない。えなんでじゃあ。いやだからえそれスピルバーグの発明でしょうね。マジかよ。マイケルクライト。まあなんかびっくりさせるっていう、ね。で、うん、毒を吐くのもねやんないと、うん。しかももっと大きいんだ。なんと全長5メートル7メートル、はい、だからディロフォサウルスは小さく描かれてるしベロキラプトルは大きく描かれてる、はい、不思議な。ジュラシックパークであの恐竜の勉強しようと思うと間違えますね。そうですね、やばい、はい、あ独学のクライトンですよね、はい、そうワイヤードチャンネルの恐竜博士がどっちもないよって言ったんで僕はちょっと一昨日ぐらいすごい衝撃を受けて俺のディロフォサウルスを返せと思ってたんですよ。すごいな今日は。すごいキャーベンですよ。ディロフォサウルスね。D 二つ、ロフォがトサカ、うん、トサカ二つって意味。キャーベン強になる。キャーベン強になる。はい。じゃあやっぱりトサカあると思ってたんじゃない？いやトサカはあるんですよね。ですからこのトサカはこの頭のここの部分で襟がない。そうそう。襟巻きがない。襟がないと。はい。というキャーベンですね。キャーベン会でございます今日は。はい。はい。そうか、カエルの遺伝子入ってるって、だからまあ確かにね、いろんな遺伝子をね、まあ、あの間つなぐの使ってますからね、確かに、まあ、そこで恐竜見えてみんなキメラだっていう、はいはいはい、そこに言い訳の余地があるわけですね。なるほど、はい、さらに今回あそこどこですか、マルタ島で、マルタ島を走り回っていた、はいはいはい、あのシーンは良かったですね、はい、楽しかったですね。アトロキーラプトル、はい、やはり映画で大きくなるタイプってことですね。あ、すげえでかくしてんな、はい、はい、4倍ぐらいにしてる。トロキラプトル、野蛮な強盗という意味、はい、いないと思って勝手な名前つけすぎるんですね。ラプトルが泥棒って意味なんでしょ。ラプトルが泥棒ですね、はい、なんとかラプトルってみんな泥棒っていう、はい、そう でもそれはさ、結局オビラフトルがついたわけじゃん、はいはい、その風評被害すごいよね。すごいですね。最初に最初が間違いだ、最初が間違いだったせいで全部泥棒になってしまったんですよ。泥棒ってね、今ねラプトルってみんなハンターだっていうのが大体分かってきて、うん、いやその泥棒のイメージとは全然真逆ですからね。なるほど。逆にティラノの方がこうスカベンジャーっていう筋肉を食べてたっていう、うん、はい、やっぱ印象は良くないと思うね。ないだからその第一印象で決めちゃうと、はい、後々ね、あそうですね、うん、最初に見つけた人が勝手に名前つけられるっていう、確かにね、問題があるかもしれないですね、はい、さてこの羽羽恐竜は、はいはい、ラプトルもう一枠ピロラプトル、パイロのパイロだねこれね、火を意味していると、パイロラプトル、ただなんかどうなんだ、このイメージはちょっと良かったな、これなんかの、あのなんかどこまで本当かよくわかんない。なんか飛べるし泳げるみたいな万能感があったんですよ。そうですね。ターヤン博士はどうですか、まあ、これは。これはまあでもあんまりよく分かってないからもう好き勝手じゃない。よく分かってないっていうことだ。なるほどね。そういうのはいいと思いますよ。あ、まあまあ、いやいいですよねそれはね。シーリフ療養感があってですね、うん、とてもなんか強そう。そんな特徴のある恐竜かとか思ったらさっきと一緒じゃん、ディルフォサウルスと一緒で、はい、あの そ,、まあ、そこは作ったとか、はい、なるほど、ね、まあ、でも5年後ぐらいにどうなってるか分かんないですけど。確かに確かに。なかなかエキサイティングなことになりましたね。あの全然関係ないですけど、はい、マルタ島の下りで出てきた、はい、白い服着たあのレディーガガーみたいな、はいはいはい、殺し屋、はい、あの人面白かったですね。あの人はあのなんか何だったの、あの人、いやだから何かつとレーザーポイントでビーってやる人。そうそうそう、うん、であとあのなんかすごい動物恐竜用のスタンガンからの回復が2秒っていうすごい早い、はい、あのめちゃくちゃ強いんでびっくりした。そんなのやんないでよとか言って、あのえっていう。あの人だって別に逃げて終わりでしょ。そうです、そうですね、捕まってないもん、出てこないんで、どうなってんのかな、こいつ続編で出てきて、続編に動画みたいな続編に引っ張ってるとしか思えない。いや面白かったなあの人、うん、謎でした、はい、はい、さあ出た出た、今回の目玉、今回の目玉の一つ、ディメトロドン、イエーイ、これはですから恐竜ではないではないんですね、はい、これは体重300キロ、そんなでかいんだ、探求類、はい、はい、
可愛いな、もうディミトロドン大好きなんですよ僕、ね、うん、やっぱこうペタペタ歩くやつ可愛いですよね、うんうん、でも全然これはだからそう、あれ、はい、あれですね、その昔考えられていた恐竜、その爬虫類からの類似で恐竜こんなんだろうと思われてたのが、はい、まあ、そのまんまの形で残っているという、ね、実際爬虫類だったと、はい、でも子供の時に見ていたようなそのイラストとか図鑑とか、なんかティラノサウルスの手前とか背景とかにこの人がよくいた気がする。あ、え、でも学研のやつはさすがに時代が違うから、うん、違うページだったと思う。学研のそう、うん、あ。でもアロサウルスはいたかもしれない。ね。あとなんか恐竜消しゴムとかでよくなんかあのガチャを回すとこれが出た気がする。高かったですね。高かったですね。何だったんでしょうねあれね。うん、だから馴染みは深いですよ。確かにまたディメトロドンだ。ねえ、なぜかそう思うんですよね。まあだからディメトロドンはだからその本当のね、あのトカゲに背びれだけつけてやるタイプの、はいはい、あの映画によく出てきますけど、それでやると。それって超リアルなんじゃないのみたいなことが言えるっていうまあやつですよね。うん、なんか舌がピロピロ。三畳期だもんね。三畳期でしょこれ。三畳期。そうですね。全然違うわ。ペルナキ。ペルナキっていうのは。そのジュラシックっていう名前がもうどうでもいいっていうね。ジュラシックの恐竜ほとんど出てない。出てない。確かに確かに。確かに。ペルナキっていうのはあれでしょう、あのレジェンダリーピクチャーズのゴジラが暮らしてた時代っていうね。そうですね。はい。リリリさん、はい、本作のタイトル僕がつけるならジュラシックワールドローカストパニックです、ね、探してますが決してその要素が気に入らなかったということではなくて、むしろ一緒に見に行った弟はイナゴのシーンが一番印象に残ってたと言ってたぐらいですから、それでいいのか、これまたすっとんきょうなものが見られたなと個人的にはまあ満足しました。ただパニック映画で2時間半はさすがに長すぎるかなと。恐竜に関して言うならディメトロドン、過去恐竜じゃないと、はい、エドワード・シザーハンズ・サウルスが最高に可愛くて、まあ、ケリチノサウルスのことですね、はい、というか全ての恐竜が愛らしく、襲われる人間よりも終始恐竜の安否の方が気になって仕方がなかったです、うん、全くその通りです、ね、車にぶつかる危ないとかやめてナイフで刺すなんてかわいそうみたいな感じ、うん、ただこのシリーズでは恐竜が人間の反撃によって殺されるという展開にはあまりならないの で、 そうですね、僕のような見方をする観客にもちゃんと配慮された作りになっているんだなと後々思いました。確かにね、うん、そうですね、はい、はい、ディメトロンとよかったな、はい、そう出た出ました、はい、はい、空の 大怪獣9ですね、はい、名前のかっこいい、はい、空の大怪獣9はまあ、もっと神話の方ですね。はい、まあ、そこから名前を取ったと。はい、はい、ね、ケツアルコアルトですね、うん、はい、これがだからなんだっけ、マンダロのマンダロリアンの船みたいな飛行機を落とした張本人、なんか的確にエンジンばっかり狙ってガスガスやってた人ですよね。ケツアルコアコアルトコアトロス、かっこいいな。食性は魚食なんですね。魚食ですね。てか、なんか翼竜って魚食ばっかなの。そもそも 歯がない。ああ。ついばむ感じ。うん、で、まあ、あとはそう、そのなんだっけ、死んだ死体とかを食ってて、うん、あんまりこう、はい、生きてる恐竜の襲いかかるとか。猛禽類的なやつはいないってことですね。そう、確かにそうですね。翼竜、いないと思いますね。じゃ あのビューと急降下して魚を取って、うん、はい、ただケサルコアトロスでかすぎるんで、確かにね、はい、本当に、なんか12、これすごいでかいもん、ね、なんか図で人間と比べると、あ、そうですね、高かっていうぐらいでかいやつですよ、はい、これ、ね、そう、12メートル、おかしいでしょ、はい、いや、すごいな、すごい魚食ってたんだもんね、はい、お、消火器爆弾さん、はい、はい、ジュラシックシリーズ最新作が始まり、いても立ってもいられなくなってしまい、アラフィフの身で失業してしまった分際にもかかわらずまさかこの年で82歳の母親に映画代をせびることになるとは。これ50、80問題ってやつじゃない大変ですね。泣きながらコンビニのネギトロ巻きを公園で食べ鑑賞させていただきました。消火器爆弾さんは映画の前コンビニのネギトロ巻きを食べるとか、はい、もう恐竜が大画面で動き回るだけで100億点、ニッコニコで出てまいりました。よかったです ね、幼少の頃は毎日学研漫画恐竜の秘密をページが燃えるぐらい読み漁り、
親にせがんで中国の恐竜店に連れてってもらいました。中国の恐竜店僕も行ったな、うんうん、翼竜が好きなんですが皆さん今回の巨大な翼竜ケツアルコアトルスどうですか。興奮しました。めちゃくちゃかっこいいです。翼竜にムズムズする方はぜひ、中国の翼竜ズンガリプテルスを検索してみてください。いびつな頭部がハゲタコをイメージさせ、かっこよさ大爆発です。すいません取り乱しましたという消火器爆弾さん、ありがとうございます、はい、ズンガリプテルス、はあ、これこれあこれかすごいいいですね。いいですね。なんかあのなんか包丁みたいな頭でかっこいいですね。議論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 これすんがりきてます。なんでこれこんな なんでさなんか建物の中にこういう変なプロポーションなんですかね。なんなんですか、ね、なんか頭が異様でかいじゃないですか、はいはいはい、この頃の人たちにしてみると今の鳥の方がプロポーションおかしいかもしれない、ね、そうなんで、まあ、この頃彼らにしてみたら、いやいやまあねそうなんだろうけど、なんか魚が取りやすいとか、はい、この辺りがでしたっけ、確か歯が1000本ぐらいあるとかっていう。歯が1000本、1000本、違ったかな、すごいいいですね、うん、なるほどね。そうでなんか今お話でした出た、はい、これでしょ、恐竜の秘密、ああ出た出た、もうこれですよ、僕もこれね一度買うやつ、これで僕も随分勉強しましたね、はい、これは大昔の動物ですね。そうなんですよ、うん、なんかね今回の動物メルカリで買って今日は届いたら持ってくると思ってたのに多分明日届くんで全く注文した意味がなかった。意味がない。いいね。そうそう、イグアノドンは緑でアロサウルス赤いって思ってたでしょ。それ違うんですか。違うんですか。みんな知ってるやつだから。アロサウルス赤くて島。あそうそうそう、それはねみんな共通して持ってる認識ですから。親指でこう戦う感じ。そうそうそう。ティラノサウルスとトリケラトプス。トリケラトプスね。これは戦ってますよ。毎日戦ってます。だってそれあのねあのなんだっけステゴサウルスだって緑の体で、うん、あの茶色いこれが、はいはいはい、あの背中の立ってヒレが立ってる、はい、ステゴサウルスはどうしてあれ剣竜でしょ。剣竜剣竜ね超かっこいいですよ、ね、あこれも持ってたの俺今見て思い出した。大体持ってますよ。大体持ってますよね。うん、いやそうそう。これが重すぎたっていうのいいな。ブラキオサウルス。だから水の中でしか見られない。アンキロサウルスね。はい、中国の恐竜ってどんないつぐらいですか。大昔だよ。中国の恐竜って今検索しようか。俺も行った気がする。俺行ったんだけど、もう記憶はあんまないんですけど。結構ビッグイベントだったんですか。いやビッグイベントよ。あとなんですか、恐竜博、恐竜展とか、恐竜博だったよね、うん、あと、あの大マンモス展とかも俺行ったし、うんね、大マンモス展は行ったような気がする。うん、なんかね、最近そういうのもとない。中国の恐竜展は1981年ですね。はい、なるほど、なるほど、ね、どこで4年生とか ね、そんなかな、うんうん、はい、そうそう、はい、そう、恐竜ちゃんどんどん見ていきましょう。リストロサウルス、はい、これはカバの仲間か。パンキュール、これ可愛いですね。パンゲア大陸、まあ、全然違うじゃん、うそうですね、時期が違いすぎる、うん、はい、これ今回出てきた映画にあの可愛がってたやつ、あそこですね、あの闇市みたいな、闇市場のねマスクしてたもんね、この前の、ああ、まあ、そういうことか、なるほど。スパちゃんありがとうございます。別に装飾恐竜マスクしなくていいじゃないかと思ってまあね、言われるわけじゃない、ね、しかも赤ん坊なんだからそこでこれを取引してどうするつもりだったのかっていうことですよね、うん、まあ珍しいかな、珍しい、確かに売ってたら買いたい気分はい、さあどんどん行きましょう、はい、ナースケラトプス、ナースケラトプス、ナースとケ、はい、ナースケラトプス、はい、はい、ナースとケラトプス、ナースとケラトプス、ナースケラトプス、ナースケラトプスだったらしい、はい、なんでナースって看護婦のナースじゃなくて、ね、違うんですか、違うんじゃないですかねウルトラセブンに出てきたナースでもナース、はい、まあ、それは竜っぽいけど確かにメーカーの、うん、この人は、コリン・トレボローの、はい、短編作品に出てますよと、 YouTube でも見られるよと、ちょっと掘ってみてくださいね、皆さんね、はい、なんかキャンピングカーっていうか、はい、あのなんだっけ、あのトレーラーハウスみたいなところの周りで大暴れするやつですね。
トリケラトプスとどう違うのっていう、まあ、ご質問が。あ、角が3本あるのがトリケラトプス、はい、3本だから鳥です、ね、鳥、あ、そうか、はい、ナーストケラトプスと今調べましたが、ナーストゥスというのが、はい、ラテン語で大きな花という、うん、ことでね、はい、ああ、だそうです、はい、なるほど。セラトプスは角のある顔と、ね、ギリシャ語だそうです。ケラトプス、か族、ラテン語とギリシャ語と混ざった、ね、はい、そうか、だからじゃあ、今画面に出ますが、これはだから冒頭で、ブラックマーケットじゃないや、はいはい、あの密輸業者みたいなとこからなのかわからないところから、はい、か作り出したのは、これはトリケラトプスの赤ちゃんではなく、角2本だから、ということなんですかね。だからこの、そうそう、で、なんかブロイラーみたいなところに入れられてて、かわいかった。かわいいんだけど、じゃあなんでナースケラトプスなんだよと思うよね、うん、普通トリケラトプス育てない、そうですね、俺もトリケラトプスの方が欲しいよ。それちょっと名前に引っ張られすぎじゃないですか、うん、いや、そんなことない、トリケラトプスか、俺だってその好きな怪獣、怪獣、好きな恐竜っていうとやっぱりトリケラトプスかなと、いろいろ考えたんだけど、え、一番好きな恐竜、やっぱ俺とスクールだから好きな恐竜はステゴサウルスじゃないですか。ステゴサウルスってさ、なんか昔さ、あれが尻尾に甲羅ついてますからね、あれが甲羅みたいにさ、背中についてる復元だった時期があったでしょ、はいはい、うん、確かありました、ね、尖ってんじゃなくて、はい、あ、その時期は僕はなかったことしたでも嘘だったでしょ、でも、まあ、脳みそがくるみって聞いた瞬間にこっちダメだったその分凶暴かもしれない、それじゃ凶暴かもしれないあれ脳がちょっとみんな一番好きな恐竜言おう、じゃあ僕ね、うん、いいじゃあ、あの TX 抜きでよ、うん、TX 抜きでね、トリケラじゃない、違うステゴサウルス、僕はトリケラ、僕もトリケラです、俺はあれかな、じゃあティラノサウルス抜きならアロサウルスかな、アロサウルスもじゃあ抜きで肉食で、肉食で、じゃああれさ、アンキロサウルス、アンキロサウルスは好き、アンキロイ、なんか意外との、ね、なんでステゴサウルスなんであんな一番ちょっくそかっこいいの、ステゴサウルスいいよ、俺好きですよ、かっこいいですよね、もちろん好きですよ、僕の守護動物ですよ、守護動物、あれステゴサウルスって脳みそがくるみぐらいで、しかもなんかあれ体の何箇所になんか脳があるって違いましたっけ、脳がブロントサウルス、それはあれじゃない、ブラキオサウルスとかあっちじゃないの、うん、あのブロントサウルス、だってかっこいい昆虫とかだって脳みそなんか大した大きさじゃないんだからさそのかっこよさと脳の大きさあんま関係ないんじゃないの、昆虫の脳ってどうなってんだろうと思っていつも気が遠くなるんですけど、でも神経の神経そうそうそう、そうそう、脳があるじゃない、全体にその神経節でつながって、うん、ですよね、うん、なんか反応してるだけみたいな、ゾッとするんですよ、なんかゾッとするというか、なんかファーって気が遠くなっちゃうんですよ、この辺考えてる、何なぜ生きてる、それで意外と、でもこれもなんかこのコメントも見てるんですけど、うん、意外とステゴが人気ないのかな、今度これあのこういう時にパッとこうアンケートが取れるようにやりたいですよね、エラスモサウルス、あ、ほらやっぱステゴサウルスは大事な方がある、分散してほらほらね、だから全部合わせたらね、もうすごいでかいんですよ実はすごい、実はすごい、あ、でも確かにプテラノドンね、テラノドンね、テラノドンとかエラスモサウルスは恐竜じゃないですからね、まあ博士が来ました、海生爬虫類とあとはあの翼竜ですから、あ、翼竜はね、翼竜はあの恐竜じゃないもんね、恐竜じゃない、確かに、はい、それもいいんですけど、俺ランフリンクスって好きだったな、尻尾がこの場合、はい、ランフリンクスね、はい、ということで続いていきましょう、行きましょう、トリケラ派のお便り、スパイディさん、はい、僕の好きな恐竜トリケラトプスです、いいですね、好きな恐竜寄せていただいております、草食の恐竜でありながら本気を出したら T レックスともやり合えるという優しさと強さを兼ね揃えた感じ、かっこイメージ、はい、好きです、今作見て好きになったのはテリジノサウルス、超でかい鳥のような恐竜、爪がめっちゃ長い恐竜ですね、鳥の祖先が恐竜というのが分かっている中でテリジノサウルスのような恐竜を見るとこんなのが地球を歩いていたんだなとリアリティを持って見ることができたので、怖さとロマンを感じて最高でした、トリケラトプスが好きな僕からするとトリケラトプスの赤ちゃんを、救出して、生態の集団の中を車で爆走するシーンで始まったのは良かったです、テリジノサウルスも映画の中で押されている感じがして T レックスさんと並んでラストを飾ってたのは大迫力でした、ね、
実際もっと温厚な恐竜だったらしいですが、後々体長が小さくなったテリジノサウルスのようなフォルムの動物が恐竜の後の世界の生態系のトップだったらしいので、そこまで含めて考えると初代ジュラシックパークから30年経った今分かっている後々の生態系を表現するものとしてのテリジノサウルス、T レックスさんとの、二枚看板と言われるほど押されているのは今このシリーズを作るならこうするということを表現できていたのかなと思います。っていうね、うん、はい、素晴らしい。はい、さて、はい、はい、じゃあ、ネオ沼さんからです。私は恐竜が動くだけで傑作と思っているので、今回の世界が、世界が抱える諸問題をこれでもかとてんこ盛りに盛った社会派気取り風のヘリクスで固まったビーガンのような展開にも大好きなトリケラトプスのベイビーがピーピー泣いただけでうるうる来て、やはり傑作、見に来てよかったと感じました。社会問題を考えるのは重要なことだと思いますが、ここまでポップコーンムービーのランニングタイムに影響が出るまで盛り込むのはどうなのか、近くで見ていたおじいさんとお孫さんはかなりぐったりしていた確かに気の毒な。なるほど、まあね、そうですね、まあ、でも赤ちゃんが出たりみんなよかったと、うん、まあね、まあでもそうですね、世界が抱える諸問題って言っても基本的にはそのあのモンさんとかムカつくみたいなことぐらいだと思うんで、うん、そんなに盛り込まれてなかったの気もするけどね。盛り込まれてなかった。割となんかさ、気軽に遺伝子に手を加えてるあれまずいんじゃないか。いやいや、そのね、遺伝子にあのね、あの遺伝子いじるにあたって何の倫理観もないっていうのは、うん、本当やばいと思いますよ、うん、あの、うん、あとそのあのお母さんがだからまだリチャードアッテンボロの方がまだちょっと考えてたよ、うん、でだって娘をだからなんか結果オーライみたいな、うん、病気も治したんだし、うん、いいじゃないとか言って、よくない、うん、それダメだろうっていうねことは何もなく普通すぎるよね、はい、さて次いきますか、はい、はい、続いてさてアロサウルス、あれ、はい、俺僕の知ってるあの赤くてさ、うん、あの青い筋がこうピッピッて入ったやつ、うん、全然違いますね、なんかちょっと違う、赤くない、うん、赤くない、うん、これがようやくジュラキーの人出てきましたよ、ね、はい、あ、はい、立ち方も違うな、ね、うん、立ち方も違うな、尻尾引きずってないし、ね、すごいですねこの解説も、はい、当時の環境における頂点捕食者の一種として、いや、まあ、でもあの映画の中でもさ、うん、エペックスプレデターとかずっと言ってた、はいはい、でもそれもさ実はあって、結局本当の意味でアロサウルスと、はい、あのティラノサウルス戦ったらどうなるのかっていう、うん、誰もが夢見る対決ができるわけじゃないですか、ジュラシックパークの世界では、はい、やってないのかね、そうですね、アロサウルスって割と影薄いですよね、そのシリーズにおいて、そうそうそう、いや、その結局その体格的にあのティラノサウルスでかくって顎の力も強いから、うん、こっちの方が強いだろうっていうことでみんな納得してんだけど、はい、実際に戦ってみたらね、あの腕がすごい使えるかもしれないし、萱さんが考える一番最強の恐竜って誰なんですか。ティラノサウルス。いろいろこう研究が出れば出るほどティラノサウルスが一番強いな。なっちゃいますよね。はい、さて。よかった、やっぱ強くて。強くてよかった。ちょっと続きいきますね。はい、もうね時間がね、はい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 。パラサウロロプス。はいはい、クリプラが手に預けたサウロロフスっぽい何か、でもこの恐竜の説明全部読んでると多分間に合わないかもしれない、まあまあ、はい、うん、まあまあサク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 、まああの頭のね、あの、はい、なんか突起がある人、はい、これだからですね、あのなんかこれはだからちょっとあのなんだろう、こうウサギみたいな感じで出てきたね、はいはい、うん、この頭で馬と一緒に走ってた、あ馬と一緒に走ってた、そうだそう、馬と一緒に、あであの捕まっちゃうんだ、そうです、カウボーイみたいなシーンでね、うん、あれもあの見てる時、まあいいや、何でもですね、見てる時はいいんですけど、あ、はい、うん、まあでもあの、ね、クリス・プラットがあれをやるのは良かったですね、はい、まあ、彼は割と西部劇スターの雰囲気あるんで、はい、はいはい、さてアパトサウルス、はい、ブロントサウルス改めってことですか、うん、これえどブロントサウルスってもうないの、あ、いや、でもなんか結局違う種だったっていう話じゃなかったかな、そうそうそう、っていう説があるというのを聞いて、はいはい、ブロントサウルスはブロントサウルスあるんでしょ、あ、僕もそのあたりで多分アップデートできてないと思うんですけど、もともとブロントサウルスって言って、いやそんなのいなくてアパトサウルスだ、いやでも最近の研究だとブロントサウルスってやつもいたねっていうところぐらいで僕は別な科になって、はい、
ったんじゃないかな。一瞬ですからブロントサウルスっていうそのなんか存在自体が、うん、そうそう、それ言うとバカにされるっていう、ね、っていう時代があった。そうそうそうでだからそうだからね、P ジャクのキングコングの時に、はい、あえてブロントサウルス出したんで、うん、みんなやっぱキングコング好きなやつ出すよねって言ってたら、はい、やっぱ本当にあったってことなんだね、うんうん、そうですね。なるほど。もうでもやっぱブロントサウルスでしょ、うんうん、ブロントサウルスがでかいの。いや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 、だから同じものだから。え、違う違う、同じものじゃないでしょ。あ、いや、そこがなんかちょっとよくわかんない。わかんない。最近また一緒になってるのかな。いずれにしても20メートルすごいですね。どっちみちすごいでかいってこと、ね。未練が強いカップルみたいな感じで。くっついて離れたり、また一緒になったんだよ、ね。まあ、まあね、ブロントサウルスの名前が素晴らしすぎたんでね。そうですね。はい。雷竜ですからね。うん、はい。諸藤さん、ブロントサウルスが推し。はい。ね。AKA アパトサウルス。この方は、幼少期に岸大無郎先生による恐竜オムニバス漫画、恐竜大紀行の一編、サンダーとペッカーが心に強く、深く刻まれているからという、寄生虫に蝕まれて弱っていたブロントサウルスのサンダーと、群れから はぐれて弱った始祖鳥アルケオプリテクスのペッカー、ひょんなことから出会う2体。ペッカーはサンダーの、体を蝕む寄生虫を取って自身も精をつけていく。このウィンウィンの構造があってこそ成立した共生関係かと思いきや、クライマックスのサンダーのペッカーに対する純粋な思いが爆発して胸を打つこの展開がわずか20ページで描かれます。 Kindle 版もあります。買えますか。え、嘘、買う、今買おう、買おう、買おう、買って。サンダー対ペッカー、対じゃないか戦わない、強制するそうです。マジか、恐竜大飛行ジャンプで連載されてた。なんか、岸大無郎先生の漫画を俺も読んだ気がする、うん、ね、じゃあ読もう、読もう、読みます、うん、はい、今多分そこで買ってると思います。メルセデス・ベンキさん、これから第3話、サンダーとペッカー、キンドル版、へぇ、恐竜だ、新たなる支配者、前半20分くらいまでとても楽しく、特に前作から4年後が舞台ということで、結婚式場で鳩をお皿に飛ばすと翼竜に、食べられちゃうとか、現実の世界に何食わぬ顔で生活している恐竜を垣間見ることができてよかったし、この映画単体としてはいつものジュラシックシリーズだなという印象でした、特に冒頭雪山にいるブラキオサウルスを見たメイジーちゃんが作業員に謎の耳打ちをした後、ブラキオサウルスがメイジーちゃんに向かって意味ありげに一別したシーン、ブルーの子供と意思疎通が できているシーンを見て、もしかして、ブルーの子供と同じ遺伝子を持つメイジーちゃんの知られざる能力が覚醒、恐竜の感情や意思疎通が可能な唯一の人間になり、オーウェンたちがピンチになった時、ティラノサウルスの背中にあったメイジーちゃんが大小さまざまな恐竜を率いて助けにやってきて、のび太の恐竜だいろいろやってきて脱出を図る際、私はここに残って恐竜の女王となるのだとか言うんだ、それで全恐竜を統制して新たな支配者になるんだという邪推をしてしまいました。あのブラキオサウルスのシーンは何だと思う確かにそう、あれわかんない、これでいいじゃん、あれブラキオ、あれブロントサウルスじゃないの、あれブラキオサウルスだ、あれブラキオか、あれブラ、多分その今アパトサウルスだった、そうそう、わかんない、いや横長だったから、うん、でもどっちにしてもメルセデス・ベンキさんが言ってる話の方が面白そうだもちろんちの方がいい、しかもだって全恐竜をとあの統制して新たな支配者になるんだ、うん、ここでね、タイトルを回収してますから、うん、それで、はい、それでやっぱこのその後だから、それをなんとかやっつけようとするあの最新鋭のアメリカ軍隊、はい、あの恐竜軍団、はい、めちゃくちゃ見たいですか、それ燃えるね、うん、いいですねいいね、そういうのやってくんないわ、やっぱりその明治ちゃんは育って、うん、まあ毛皮のビキニで槍とか持ってやるわけですよね、シーナ的な感じで、間違いない、明治ちゃん、ね、明治ちゃん育つと同時にだんだんやっぱりちょっと恐竜成分がちょっと強くなってきちゃって、ちょっとそれもかっこいい ね、うん、尻尾とか入って、うんうん、やばい、そうそう、なんか生肉とか食ったとかいいね、うん、いいです、なんか不気味な変な音を立ててコミュニケーションを取ったり、足が逆関節になったり、ね、逆関節になったり、いいですね、はい、それがいいと思う、はい、それでやりましょう、はい、次ね、次の3部作出たドレッドノータス、はい、でっかいな、うん、ドレッドノータスは首が長い、首が長い、冗談みたいな形、冗談みたいですね、はい、首上げたら貧血起きそうな感じですね、そうですよね、うん、
な。こういうでっかいやつね、はい、これもでかか、はい、でかいと思う。でもそれだとあそこのに入っていくとき見たんでね、はい、その山の子のね、はいはいはい、でもブラキオサウルスの方がでっかい。あ、そうなのかってことですよね。そうだね、はい、脳みそにキリンの倍以上ある長い首を経由して脳みそに血を送ることができないため、はい、よっこいしょと首を持ち上げた瞬間その場で立ちくらみを起こし失神してしまったとされている。本当それは何でこれ何の情報。これ竹山君、これはそう、あの図鑑です、ね、図鑑。だけどそれは分かる、どうなんですか、分かんの本当。いや分かんないです、もう共有の話ってしょっちゅうアップデートかけられて、翼竜は羽ばたいたか羽ばたかなかったかとか、そういうのも今羽ばたくの方になってる。羽ばたくってその、はい、羽ばたかないって昔言われてましたね、確かにね、滑空するだけみたいなみたいな感じになってたと思ってたけど、でもそれも変な話ですよね。まあでもこのそうなんだよな、結局この復元図をもとに、復元をもとにして、はい、あの生態を考えてるわけじゃないですか。あ、そうですね、骨だけですよね。ね、でもその復元が正しいかどうかって誰もわからないわけで、うん、わかんないですね。もともとだからね、恐竜 の化石だってこう直立してたやつが前傾になったって、うん、あれ骨の付け方変えただけで、ね、うん、そういう風になったっていう話ですからね、うん、はい、でもまあほら、あの今の動物とかその間のまあいろいろ比較とかで、うん、思ってるよりはよく分かってると思いますよ、うん、いやいやいや、もちろん、ね、っていうかあの原生生物、まあ、特に恐竜の場合は多分鳥だと思いますけど、うん、はい、鳥の動き方とかから類推してやってるわけでしょ。それはまあなるほどと思いますよね、うん、あとまあそのだからいろいろそれになんていうかその付随する化石がいろいろ出てくるとかいうこともあると思うんで、うんうん、あとはその完全体の化石とかが見つかってくると大体こういう形してたんだっていうのも、もう少し分かってくると。あ、まあ、しかしブラキオサウルスの完全体はなかなか出てこないでしょう、ね、確かにね。うん、ブラキオサウルスはでも僕が子供の頃はだから水の中にいるやつだと思われたんですね。重くて動けないはず。重くて動けない。でも最近はもともと言ってたやつよりだいぶこう軽かったっていう、うん、なるほど、まあ、ジュラシックパークの一作目でもね、一番最初の恐竜ですからね。そうですね、はい、そうですね、立ち上がってる後ろ足が後ろ足これは無理だろうっていうのを言われてますはい、はい、さて、はい、ミクロケラテス、はい、ちっちゃい。これどこに出てたの、どこにですか、ね、どこで、わかんないですけど、出てたって書いてあったやつだな、うん、ね、どんどん紹介しますよ、はい、でこれが多分アニマトロニクスで、はい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 、いたかもって感じが、なるほど、出てたんですよ、きっとどっかに何か食べてたんでしょう、はい、でギモロク、スティギモロク、どういう名前なんですか。パキケファロサウルスってなんだろう、あの頭突きする頭突きするバカみたいな恐竜、ね、石頭みたいなやつですよ、ね、石頭比べをするに似てる感じ、まあ、同じ仲間種類ですか、ね、はい、そうか、まあいっぱいいるな。身長は3メートルと少々小柄で、3メートルで小柄なのね。あの尻尾まで入れるとやっぱ長くなるんですけど、体高はこうやっぱこう水平になってる分だけあんまり高くないんですよね。なるほどね、はい、今日もなぞが一体さん好きな恐竜、あのハゲてる恐竜が好きですと、うん、頭突きが可愛いから、名前は一文字も知らないのですが、アルシンドというハゲだからアルシンドになっちゃうよってやつ、ね、はい、喉が痛いさん大丈夫ですか、本当し、はいはい、心配ですね、はい、ちょっと心配。クルーマックスさん、パキケファローサウルスが好きですと、はい、頭突きをするのが特徴というバカっぽい感じが好き小学生の頃は真似して頭突きを取っている技としてそもそも必殺技がある恐竜というのがいいです、いいですね、いいですね。他のやつらがせいぜい牙で噛みつくとか尻尾をぶん回すとかなのに、一人だけ脊椎を直立させた頭突きが必殺技なのは、もはや漫画グラプラバキの登場人物だと最近の学説って、頭突きはそんなにしていないんじゃないかとかはクソくらいだと思います。え、そうなの？まあね、映画はつまらなかったです。一言。なんか虫がいっぱい出てきて気持ち悪かったです。うん、新たなる支配者が恐竜じゃなくてイナゴだったという展開にはびっくりしました。でもジュラシックパーク1は面白かったよなと思い出せたので良かったです。あとパキケファロサウルスが2回ぐらいチラ映りしたので100点の映画だと思いました、うん、はい、はい、
どうぞ行こう。ディモルフォートン。ディモルフォートン。はい。はあ、こちら、シックワールド1にも出てましたよね。はいはいはい。なんか秘書みたいな人を空中で踊り食いしてた人ですよね。はい、それは、あ、プテラノドンかな。あ、それがプテラノドン。はい。翼竜ね。はい。あ、これもでもかっこいいですよね、これね。これ超ドラゴンっぽいっていうか。はい。はい。はい。で、卵泥棒。あ、オビラプトル。オビラプトル。うん、卵泥棒って言われ、ね、ちょっとどうかと思いますよね。しかも自分が滅びて、はるか後にですよ。泥棒使うよね。はい、卵泥棒。はい、枕泥棒みたいな、ね、しかも違ったという。はい。どんどん行っちゃうよ。はい。出た。カルノタウルス。カルノサウルスね。これは、はい、あの恐竜カルノサウルスでおなじみ、はい、ロジャーコーマン。ロジャーコーマン。が、まあ、ジュラシックパックにぶつけて作った、うん。はい。もう。ちっちゃいですよね。全長9メートル。まあ意外とちっちゃいというか9メートルでかいですよね。まあ尻尾の先まで入れての長さっていうことですよね。はい。うん。体重1トンだからやっぱでかいです。そこでもインドミナスレックスの元の一つだね、はいはい。なるほど。角は飾り、うんあまあ、だったのではないか。ねえ、かっこいいですよね、でもね。バッファローマン、もうちょっと長かったよね、バッファローマンでよかったですけどね。はい、社会人11年目さん、自分の推し恐竜はジュラシックワールドの、前作に登場したやつか、1位、はい、インドミナスレックス、2位、インドラプトルです。両方作ったやつだよね、これね。うん、なるほど。人間の欲望による遺伝子操作によって誕生、人間の都合のいい兵器にするはずが逆に人間を騙し雇い主を攻撃する、うん、因果応報の存在である、人間の都合のいいようにはさせないという因縁を感じました。3位、恐竜界最強モササウルス、はい、最強の安全地帯海中を移動し実際ティラノサウルスを襲っていたという、最強クラス、小学生の自分が感動したのを覚えています。突然の質問ですが、皆さん映画館で映画を見るときに飲み物やポップコーンは買えますか？変わってると言われますが、自分は映画を集中してみたいので飲み物やお菓子は買いません。飲み物もポップコーンも買えますね。はい。俺ポップコーンはいらないな。僕ポップコーンだってでかいやつで、あの塩とキャラメルと半々で、ハーフ&ハーフ。でもう僕を食ってますよ。うん、でそのモササウルスがティラノサウルス食ってたっていうのはどうなんですか？それは本当にいいの？という話も聞いたんですよ。なんか海辺にいるあのなんだっけ、モササウルス自体はこう結構浅瀬に暮らしていた恐竜で、はい、で、なんだっけ、海辺でこうあの見つけるティラノサウルスとか食べたんじゃないかとは言われてますね。うんうん、あのでっかいものが、はい、うん、結構買わない種類だなポップコーン。まあ俺映画館にお金落とすために買えっていうのはあれはおかしいと思うんです。あれは、うん、いや別に映画館あのね、いやこの話しだし、でも長くなるので、最近あのディズニーとかがすごい勢いで比率が今まで全然違うんで、かっぱいでいくんで、うん、それ考えちょっと かわいそうだなと思いますね。まあまあ、まあ、分かるけどね、うん、でもなんかそのさ、他の持ち込みするなとかうるさいじゃん、うん、あれほんとイラッときて、そうですね、それは確かに悪いけど俺は持ち込むぜみたいな。でもパンテオンとか内側でモスバーガー買いましたからね。あ昔ね、昔はさ、普通に映画館って、あパントじゃないか、ミラノ座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 か、ミラノ座、うん、でもファンでも、あパントじゃミラノ座でしょ、ミラノ座でしょ、ミラノ座でしたね、そうそう、うん、まあそのぐらいならいいんだけどさ、まあ、ポップコーンはな、もうちょっとちゃんとしたものにしてほしい。僕は子供の時の映画館は、前の中華料理屋からラーメンとか出前。すごいな。タバコ吸ってたしね。でも今アメリカのね、あのシネコン AMC とかはその地方によってあのすごいちゃんとした料理とかサラダとかバンバンありますよ。っていうかあのあれでしょ、うん、あのいやそれはアラモドラフトハウスが、アラモドラフトハウスはまた違う方式なんですよ。ステーキ、いやアラモドラフトハウスはここで、あのここにメニューがあって、うん、ここの下にランプがあるんで、うん、それで見てあげるとそこの前にいる係員がすぐ飛んできて、うん、で見てる間で注文できて飲み食いできるんですけど、でも AMC とか違くて普通に買うんですよ、うん、だから買って持ち込むポップコーンと同じ方式で、うん、だけどあのいろんな料理がある、
いや、あのね、ニューヨークの映画で、まあ、全くそのアラモ方式の映画館に行ったことがあって、そこはその飲み物、飲み食いも全部何でも、めっちゃ高いけど。いや、できますよね。めっちゃ高いけど。アラモドラフトハウスは僕、サンフランシスコも行きましたけど、まあ、あれはあれでね、便利っちゃ便利ですね。まあ、ただあの、あの横の人と喋った瞬間につまみ出されます。そういう映画館です。はい。さあ、恐竜に戻りましょうか。はい。はい、バリオニクス。バリオニクス。はい。ツーに出てきたやつですかね。はあ、はあはあ。今回も出てた。今回も出てたって書いてあったんですけど。はあはあはあ。なんかね、あのブラックマーケットあたりとかでも結構雑にちょいちょい色々出てましたから。出てたのかも。ポップコーンを食べ終わったバケツを鼓のごとく叩く客がいて、それはどうかと思われるの。それはどうかと思う。それはどうかと思う。それはどうかと思う。バリオニクスもかっこいいじゃん、これね。かっこいいですね。はい。そして、はい、そして、はい、来た。来ました。問題の、はい、問題のスピノサウルス。その子孫と言われるスピノサウルス。はい。あ、見た記憶ないやつは大体ブラックマーケットに出てるのか。なるほど。そういう考えではない。あとまあスケッチみたいなところで。はいはい、うん。ちょこちょこあったよね。スピノサウルスね。はい、まあこれはあのジュラシックパーク3でね、はい、え、ありがとうございます。ありがとうございます。そういいところ、それを映画代に使ってください。ああ、すみません、無職8ヶ月目なんです。すみません、無職8ヶ月目。映画を見てください、うん、はい、はい、ありがとうございます。これね、だけどこのだからあの実際はティラノと戦ったら瞬殺らしいと、うん、なんかそう、あのワイヤードの人が言ってました、はい、じゃあね、ワイヤードの人じゃ本当の恐竜博士ですよ。魚食べる恐竜ですからね。魚、みんな魚好きだね。栄養バランスを考える意外と意外とヘルシー。ちょっとスピノサウルス派の、お便り、はい、また名前が長い方、私の好きな恐竜スピノサウルス、はい、凶暴な恐竜というとティラノサウルスみたいに大型でごついみたいなイメージが強いですが、そんな中で細いリュックでティラノサウルス以上にこっちの話を聞いてくれなさそうな顔つきが怖くて好きです、うんうんうん、小学生の頃恐竜キングっていうアーケードゲームがゲームセンターにあったんですが、はい、友達がスピノサウルスを持っていて、私のパートナーだったカルノタウルスをじゃんけんの力で何度もなぎ倒してきたのを今でも覚えています、はい、恐竜キングだと恐竜ごとにタイプがあり、ね、ティラノサウルスはそうなんですか。はい、炎タイプ、スピノサウルスは水タイプ。タイプ相性的なところで、ティラノサウルスよりスピノサウルスは強い恐竜なんです。はい、あの恐竜の王様であるティラノサウルスより強い恐竜というのは直感的にクラクラとなりました。あれも今分かったんだけど、竜が如くで、はいはいはい、ゲーセンでやる、はい、あの虫キングっていうゲームがありまして、それはあの基本的に虫の名前がついたコスプレのとんでもないあのスタイルの女の人がくんずほぐれつて、どっちが勝ったみたいなことをやるんだけど、でも虫なんですよ設定としては。だからそれの元がこのこれだよね、この恐竜キングでありだったってことですよね、多分ね。なんかでもポケモンとか、あとなんだっけ、こういうカードゲーム系の、はい、あ、虫キングって本当にあるのか。鳥キングはそんな感じ。あ、メスキングって言うんだ、それは。あ、メスキング。ごめんなさい、すいません。あの竜がごとくのやつはメスキングでした。すいませんでした。はい。はい、メスキングばっかやってたわ。敵の方がスピノサウルスのカード持ってて。いや、虫キングは普通にあるんでね。はい、すいませんでした。はい。はい、さて、スピノサウルス派が結構ですね。多くいらっしゃるです、ね。あら、シューさん。物心をついた時からジュラシックパーク大好きだと私は、小学1年の時に3が公開されると聞いて大興奮、しかも T-Rex より大きくて強いスピノサウルスという恐竜が出てくると知り、映画館に行きたいとダダをこねましたが、母は字幕だから読めない感じがある。吹き替えでじゃないか、吹き替えで。剣もコロロ、あったと思う。恐竜には漢字が書いてないという謎の主張も届かず、しょんぼりする私のために2冊の恐竜図鑑を買ってくれ、その夏は図鑑でスピノサウルスのページを眺め絵を描き、映画での活躍を想像していました。ついに本編を見た時はその活躍に心を奪われ、これが僕の恐竜だ、ティラノサウルスより強い恐竜がいたんだと感動。しかし兄たちに、背びれがバカっぽい肉じゃなく魚食ってたんでしょ、顎が細くて格好悪い、ティラノより弱そうと言わなされる。スピノサウルスの名誉のために泣きながら反論しました。かわいそうだろう。
後にスピノサウルスには口の先にワニのようなセンサーがあり、水に長い口を突っ込んで魚を食べて暮らしていたと知りましたが、今も変わらず私にとって一番特別な恐竜です。あ、いいですね。いい話だな。いい話だな。ね、っていうかそのお兄さんたちがちょっと凶悪ですよ、ね、こんなに詰めてこなくたっていうね、ちょっと、うん、言われすぎだと思いました、ね、はい。さてすごいスピノサウルス派が今日は熱いですね。熱いね。DMADさんからもう一つね、スピノサウルス推し。同窓会でわちゃわちゃしてみんなで一作目のオマージュするのも微笑ましかったですが、うん、肝心なケレン味とロマンがかなり欠けていました。まあ今回の映画ね、うん、新種の恐竜出して大恐竜バトルしてくれるのはいいですが、主役の恐竜は T レックスだけじゃなかっただろうと、うん、まあ、その T レックスの出し方すらも雑だったのはさておき、あれだけかっこよくて中身も、それなりに充実したパンフレットの恐竜紹介のページにすら一切ない影も形もなかった彼のことです。誰だろう、うん、ね、スピノサウルスさん、はい、スピノサウルスさんをここで占領役者にせずいつするんだ。ターミネーターしかり、3をなかったことにする風潮は許せない。2作目炎の王国もロストワールドを少なからず意識していた作品なんだから、3作目でそれをするのも一本筋が通ってるはずです。最後にティラノサウルスをスピノサウルスが助けに来てくれたら同窓会映画としてももっと大いに盛り上がったはずです。それはあるかもしれないな。確かにあそこでスピノサウルス出てきたら確かに上がるとは思う。まあでもその場合はやっぱり相手はインドミナスレックスじゃない。あ、でも倒してるかダメなのか。まあまあ、そうですね。新たなあの遺伝子怪獣とかで出てきて、確かに、まあ、やっぱりあのみんな協力して倒す。あの女の子は恐竜と合体してでかくなるみたいな。ゴジラ対。まあでもそうそう。まあそれはあるよね。もうなんかほらもう一体化しちゃってね。うんうん、ティラノサウルスと。はい。もうこれティラノサウルスの頭のこの辺からこうなんか彼女こうやってこう。人間みたいな。そうそう、人間半身出ちゃってなんかね。すごい、いやすごいな。スピノサウルス派多かった、熱かったですね。てか世代の問題なのかもしれない。あ、そうですね。僕らよりもちょっと下ぐらいの世代とかにはスピノサウルスが、はい、リアルタイムで最初に見たジュラシック。まあ確かにそうか。でちょっと下じゃないじゃないですか。いやいや、まあ、だいぶ下かもね。分かんないけど、要するに我々そのオールドスクールじゃないですか。はいはい、恐竜に関して。うん、まあ、オールドスクールというか、まあ、ロートルです。化石のような。化石のような感じ。そこであの叩き込まれてるのと、はい、ちょっとそこから新しい怪獣がスピノサウルスが出てきて、うん、これが最強なんだぜって言われてた時のに別思春期を過ごした人と、まあ、全然違いますよ、それはね、うん、我々アロサロスが赤かった時代の人間です。すいません。まあでもね、でもだけど、そうジュラシックパーク3でなんか僕は知ったんですよ、スピノサウルスって。でやばいでかい強いと思って、それはだから毎回思いますよね、そういうことはね。まあ、インドミナスレックスとか本当はいないからどうでもいいけど、どうでもいいっていうか、まあ、あの面白いんですよ、見てる分には、うん、はい、しかし、はい、さあモササウルスです。はい、出ました、モササウルス。噂のモササウルス。ジュラシックワールド第1作はモササウルスの映画でしたもんね。そうですね、困ったらモササウルスで最高でしたね。やっぱこのでもなんかあのなんかすっげえ悪いワニみたいな感じでやばいよね。、うん、いいですね。日本の海にも泳いだってなんかロマンありますよね。日本の海とか要するに全て世界中の海を泳いでいたと。かっこいい、またさ、ものすごいですね。ものすごい世界ですね。こんなんがあるね、あ、泳いでね、18メートルって ね、プールがほとんど埋まっちゃいますからね。そうですね。25メートルプール動けない、動けない。体重40トンって何、水中だったとはいえ、これなんか俺ジュラシックワールドシリーズは毎回最後これがねザバー出てきてバコン食べられて、まあそれだからワールドになって、ね、今回海じゃなかったからさ、場所がね、さて山の中ですからね、うん、はい。初頭さん、人類と恐竜が共存できるのか、壮大なテーマで完結編とくればそれはもう期待するしかないでしょう。冒頭モササウルスが登場した時にはこれはすごいことになるぞと興奮しましたが、タイトルが出た瞬間席を立つべきでした。今回のジュラシックワールドはパニック映画を期待するよりインディージョーンズシリーズやミッションインポッシブルシリーズのようなアクション映画に恐竜が絡んでくる作品だと思って見た方が面白いです。まあそういう風に作ってるよね。途中から僕はそういう見方をしてました。
はたと気づいてしまいました。これは昨今何かと厳しくなった007のお色気シーンを恐竜にしてしまえば問題ないのではなかろうか。死ぬまで恐竜、最新部屋恐竜解禁と週刊誌で特集してもらいたいものです。何をあらゆるエロシーンの代わりに全部恐竜ぶっ込むと思う。ああ、まあそれでも、でも007一般映画だから、まあね、あのそういうあのやばいのは別に、だからこれだろうだってね、うん、普通にあんな、なんだっけ、穴で、穴でありますとか、あんなぐらいでしょ、だっていつだって大体、うん、だと思いますよね。うん、まあね。で、諸島さんの好きな恐竜映画が1978年の恐竜の惑星だそうです。はい、ました。これデビッド・アレンですよね。はい、恐竜の惑星ね。昔全然見れなくて、これあれですけども、はい、あの恐竜の惑星でもターヤンが、はい、なんか一か言あるじゃないですか。いや、恐竜の惑星もそうなんですけど、ちょっと後半の方に多分出てくる別のね、はい、ジム・ダウンフォースの恐竜時代がすごい、はい、恐竜時代、はい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 、いや、ここに、ここに出てます、恐竜時代、恐竜時代ね、恐竜時代、なるほど、そうそう、はい、じゃあちょっとそこにたどり着くようにしましょう、はい、はい、もうちょっとですよ、もうちょっと、はい、はい、ウセスさん、フィリピンの田舎に住んでいて、映画館のある町まで車で片道2時間以上、ガソリン代6000円以上かかるんです、ね、高い、すごい、すごいですね、すごい、なおかつそこからね、これをブラックホール見ていただいて、お手紙をいただいてる、ジュラシックワールドだけは大スクリーンで見ないわけにはいかんと思い、公開初日に合わせて町に行く用事をこじつけ、映画館に馳せ参じました。なるほど。小学生の時に年上のいとこに連れられて映画館でリンチの砂の惑星を見たのが私の映画初体験。いいですね。それ以来映画は大好きなのに、ランボーを見てもターミネーターを見てもロボコップを見ても楽しいんだけど何か物足りなさを感じていた。あら、高校生でジュラシックパーク1作目を見て、そうか、私が求めていたのは巨大生物が大スクリーンで暴れる映画だったんだと気づき、サイズね、ザ・グリードやスターシップ・トゥルーパーズを見てさらにその思考をはっきりと意識し、近年のゴジラシリーズやパシフィックリムなども悶絶しながら楽しんでおります。まあ、リュウもね、巨大生物が暴れますからね、はい、はい、スパちゃんありがとうございます。さて、そんな私ですが残念ながら今回3作目にはがっかりでした。かけたのね、すごい往復4時間ですよ、うん、恐竜たちが世に放たれた、前作の終わりを見て、これは3作目はえらいことになるぞと、前編が最近のヘルボーイの最後の方の大虐殺シーンみたいだったらどうしよう。わかります、うん、本当にそう思った、ね、全然街中で巨大恐竜が暴れない本作に、いや、きっとこの後でそんなシーンがあるはずと終盤まで祈るような気持ちで見ていたのですが、わかります、モササウルスがクジラどもと嘘臭く長い仲良く泳いでる姿を最後に見せられて心底興ざめでした。ああいう漂白された強制像を皆さんどうお感じになったでしょうか。確かにね、あのね、あの本当にその、いや、今その リブート版のエルボーイのラストみたいなことになるんじゃないかっておっしゃってましたけど、すげえそうなると、それ普通に考えたらそうなるはずなんですよ。だからなんか良さげ、あ、スパチャありがとうございます、良さげな音楽と、しかし私たちは共存する道とか、いや違うでしょ、そこにいるやつは人を食うやつじゃんっていう、あのことがないがしろになってるのはだしね、その他のなんか他の動物もなんか別の動物と一緒になんか風景の一部見せたいんですけど、その餌とそんなにね仲良くしないですから、普通、そうそう、たまたま腹減ってないだけだからっていう、たまたま腹減ってないだけかもしれないだから、あのちょっとねどうかと思いますよね、それはやっぱり ね、 うん、まあ、ね、やっぱりね共存だから、やっぱ血を血で洗う戦い、生存競争が今始まるみたいな、今始まるみたいなことなんないと本当はおかしいと思うんですよ、それはね、はい、恐竜がいて、そう、今これね、あのコメントでも、あの恐竜いたら生活できませんって言ったら本当にそうだと思う。俺恐竜がその辺の道歩いてて、あの人類のなんか日常が保てるとは到底思わないですね、うん、恐竜いたら生活できませんっていいですね、すごい冷静な、ね、でしかも今回新たなる支配者とダメだからね、うん、どっちが勝つかって話だと思ったし、そしたらなんかみんなで手つないでゴールみたいな話はね、許しませんよ、うん、あ、許しませんよじゃ、まあちょっと僕が残念に思ったって話ですね、すいません、まあそうだよな、本当にっていうね、はい、本当にねえな、さて、はい、はい、恐竜もうちょっと、プテラノドン、はい、イエーイ、うん、
プテロダクティルスっていうのがいたですね、うんうん、これこういう今こういうコウモリみたいな復元図になってるのこんなんだっけ。そうですね、こんな感じですね、うん、こんな感じなんだ。なんか確かに昔全然違ったのか。いやプテロルドはこんなじゃないですか。あ、そうか、まあ、これさ、うん、イラストの問題ですかね。なんかもっと頭の後ろもっと長かった。そうですね、あ、確かに、確かにそんだけ、ね、でもこれは角度的に見ないのか、うん、かんないね。そう思いましたね。うん、で割とほらこの後足で攻撃してくるイメージはあんまりないですよね、うん、プテラノドン。後足で攻撃してくるイメージだからハリーハウゼンなんじゃないですかね、はいはいうんまあ、でもプテラノは肉食の超、はい、いや翼竜だったんですよね、うん、これは、うんうんはい、これはだから今は羽ばたく説が。そうですね、うん、大体でもなんかレシオサウルスとかと戦ってるイメージがあります、ね、あります、はいそうですね、まあ、ラドンですかね。そうですね、ラドンです、ね、そうそうラドン、はい、ラドンラドン全然こんなじゃないはい、さて、はい、そしてイグアノドンです。あれイグアノドンって縦に立ってんじゃないの。これはね、これは本当に昔からのイメージが一番変わった、うん、そうですね。もともとは四つん這いで、ね、でイグアナみたいって言われて、であの鼻先にトゲがついてたっていうのが一番最初に、親指立ってる、そうそうだっていいねってなるんですよ。そうそうだからこのイグアノドン見せられても誰だお前はとしか言いようがない、うん、これはなんか知らないやつですね。今のイグアノドンって言ったらこんな感じなんでしょうか。一番ピンときませんね、やっぱ確かに最新の復元図、ね、うん、はい、やっぱ直立していいねじゃないですか、イグアノドンは。イグアナドンっていうの、イグアノドンじゃない。イグアノドン、それこっちでイグアノドンとします。はい、はい、さて、さらにガリミムス。ガリミムス。ガリミムス。ちっこいやつ。ジュラシックパークの1、あ、ジュラシックパーク1でこう、ね、走ってる。はいはいはい、はい。そう、あれ、あのアイウェイルムのスタッフがみんなクリエイティブベッドの下で恐竜の動きを覚えろって言われて、みんなであのなんか丸太の上を飛び越えたりするのをやって、あの一人大事なアーティストが腕を折ったっていうまあ今あの ILM のドキュメンタリーディズニープラスにあるんですけど、それにも出てくる話で、あのまたそれで恐竜の真似禁止ってことそれ覚えないとちゃんとできないって言われてたのに、やっぱり危ないからなしということになったと。スピルバーグさんどうでもステディカムに撮りたいってまあまあ言ったやつ、ね、あれね、はい、そこはねすごいですよね、はい、なるほどね。ガリミムスね。ガリミムスに続いて、はい、出た、はい、ありがとうございました。ようやく、はい、もう最高。テゴサウルス、これ全長9メートルって言ってますけど、ジュラシックパーク2に出てきたステゴサウルスはその4倍ぐらいあるんですよ。あのめちゃくちゃでかいですから、ね、めちゃくちゃでかい。であれはだからキングコングオマージュなんで、はい、33年の、うん、まあ、だからなんですけど、あの本当2に出てきたステゴサウルスは僕も最初見た時一気を飲みました、うん、そんなでかいのかあの異常にでかいんですけどね。でもまあ本当ステゴサウルスはかっこいいな、うん、いいですね。子供の頃なんかやっぱり絶対親にこう捨てられるようなかわいそうな恐竜だと思って、はい、という方がセミさんから。ああ、いたやったほらね、やっぱりみんな好きなんだよ、ステゴ。好きな恐竜ステゴサウルス。子供の頃言うことを聞かないと、親からお前は橋の下から拾ってきたんだから言うことを聞かないと橋の下に戻すと言われ、うん、自分は捨て子だったのかと半分本気で思い、それ以来親近感を持ちました。ああ、ダジャレ的にね。わかるわ、俺これすごい、俺も言われたもんな、橋の下から拾って、ね、姉ちゃんに言われた。あ、言われた。なんだそれ。なんで上の兄弟あこう言うんですか、ね、そういう残酷なことを、ね、親っていうよりかはそう兄弟に言われるんですよね、はい、俺うちのお姉ちゃんがみちこって名前だったから、はい、お前の方がみちだって言い返せたまあそれはいいとして、はい、はい、ジュラシックワールド、恐竜映画というよりは巨大バッタ映画でしたが、バッタの方が怖かったです、うん、途中ジャンプスケア大賞第3位ぐらいのやつがあり、隣の見知らぬ方がヌフォッと驚いています質問です。本作もそうですが、最近バイオ系 IT 系の CEO といった風情のヴィランの造形が、なんちゃってスティーブ・ジョブズ、ティム・クックっぽいのは流行りなんでしょうか。イケてると思ってるのは造形なのか、イケすかないやつの造形なのか、ドントルックアップにもそんな感じの黒幕的な人物が出てきた気がします、うんうんうん、まあね、想像力がなくて怠惰なんですね。そうですね、はい、そうだろうな、ね、だから面白いヴィランを作りきれてないと思う、やっぱり、うんうん、確かにね、あのゴジラ対コングの黒幕はちょっと下品な感じでね、 あんまりこうジョブズっぽくなくてよかった。誰も覚えてない。まだなんかちょっとどうしてもスタイル的にジョブズっぽいのって分かりやすいからだと思うんだよね。だからちょっとした味付けでね、
その全然それは変わると思うわけ、うん、だからジョブズっぽいやつが、うん、のなんかわかんないよくわかんない思考があるとかね、まあ、要するにそうそうそういや俺が言いたいのはその要はそのイーロン・マスクっぽい格好っていうのがよくわかんないじゃん、はいはいはい、でもどう考えてもマスクの方が悪人なんだけど、うん、あいつ今現代に生きてるヴィランナンバーワンでしょ、うん、そうですね、あいつ世界破滅させるよもうすぐ、うん、思ってるんだけど、はいでもそれをさできないじゃんイメージ、はい、っていうところに問題があるわけですよ、ね、マーク・ザッカーバーグが髪の毛赤く染めさせたら映画館で銃乱射したやつにそっくりになりますよねやめなさい、はい、さまあでもヴィランねヴィランの類型もちょっといるんじゃないですか、渡美とか、いやだから、表はああいう感じでもいいのよ、うん、でそうじゃない人の時とか、ね、なんか好きな女がいる時とかになんか違う行動とか、うん、なんか違う原理があるっていうのがあればすごい全然違うヴィランだと思うんだけど、あの人表しかないから、うん、そうするとヴィランの深みはないですよ、ね、なんかいけすかないステレオタイプみたいな、そう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 、すごいそれはあのレイジーだと思うんですね、そろそろ勘弁してほしいというと、はい、フリー以外のはい、フリー以外のワイって良かったですよ、うん、今バーニングマンから帰ってきたぜみたいな、あれは良かった、しかも全然考えてないのにそういうのを進めることだけはできそうみたいな感じがあって、うんうん、あれ良かったですね、はい、と思います、はい、さあ、あれ可愛い赤ちゃん、アンキロサウルス、はい、アンキロサウルスはいいよね、それはいいです、僕好きですね、うんうん、アンキロサウルスはいいですよ、だってこれだってあるからアンキロとしてもがさ2大トゲかっこいい怪獣じゃん、はい、鎧竜だ、鎧竜っていうよね、鎧竜っていうよね、ですね、どういう進化だと思いますか本当に、うん、いやすごいな、だってさ生まれて鏡見てこれだったらさ俺いけると思う、俺はいけると思う、俺はいけると思う、やめちゃかっこいいでも装飾みたいな、うん、アンキロかステゴだろうなやっぱね、ステゴこだわりがね、アンキロサウルスだってね、さっきのラドンで赤くて後ろ足で立ってんだったらアロサウルスもありだけど違うらしいから赤くないからな、はい、俺だって武器がありますよ、尻尾にね、そうそう、どっちも尻尾に武器があるよ、バッチンバッチンだよ、なんかあれでしょ、丸い砲丸みたいな、砲丸みたいな、そうですね、ステでもまあそこ行くとステゴの方がトゲですからねステゴトゲね、そうだからこれはなんかこの噴動を回すやつが強いか、モーニングスターが強いかみたいな話じゃないですか、ね、ラスどっちも感じますやっぱすごいですよね、だからそのなんか昔のジャンプの裏の通信販売みたいな恐竜がいっぱいいるっていうのがすごいかっこいい、やばい、なんでこんな格好になろうと思ったのか、本当謎のところが素晴らしいんだよな、恐竜ってな、ですね、はい、はい、ツーランさんから、はい、まだちょっと、ジュラシックワールド3、まだ未完勝早く見たいです、はいはい、正直ワールドの2作は人間のバカとハイリブリッド恐竜などの設定がいまいち乗れずなシリーズですが、ね、ジュラシックパーク1作目は小学4年の時に劇場で見て本気で怖かった思い出がいい、うまおだからね、恐竜に思い出は特にないんですが5歳の娘の方が詳しく好きな恐竜はアンキロサウルスとトリケラトプスだそうです、うん、トリケラトプスは知ってますがアンキロサウルスについては分かりません、尻尾でぶん殴ってくるよと娘当たってるじゃん正しいパン屋さんアンキロサウルスどんな恐竜でしょう、まあ、尻尾でぶん殴るって素晴らしい、はい、推進パン屋さんのおすすめで日本統一シリーズなんとか14本くらいまで見ましたはい、残り何本あるんでしょう、楽しみです、はい、何本52くらいまで出てて、ネットフリックスで50までは今見れます、前に聞いた時はちょっと気持ち増えてます、ね、そうですね毎年 2,3 本ずつで今年は劇場版も出る、劇場版、はい、どのぐらい、あ、そう、見なきゃいけないんですよ、はい、どのぐらいまで行ってんの、どのぐらい、いや統一、日本統一、なんか今東京進出編が、まだそこまでまだそんぐらいなのか、どこ統一したの、統一したのは、いや、ほぼ統一していて、あと出てきてないの、沖縄、東京、北海道出たかな、はい、出てないか、ああ、じゃあ本州は大体統一して、ね、はい、次に東京、四国も統一して、はい、はい、次に東京、暑いところってことはい、うん、そうですね、だらだら暑いところが東京なのか、兵庫じゃないんだ、最後、ラスボスは、あ、兵庫なんですよ、あ、兵庫の方なの、山口組の、はい、生まれるので出
ああ、そういうことか。はい、なるほど。住吉会的なところがこれだった。あ、そう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 。あ、でもなんかそのバックに、まあ、あの国粋会みたいな、こう実は東京は全部国粋会の、国粋会じゃない、なんとか会の島で、みんなにこう島を貸してるんだみたいな、あ、実はこいつらがラスボスでしたみたいな、そんなのが今出てきたところですね。五十数本あって、はい。ツーランさんは今14本だから、あと40本ぐらい頑張ってる。どこまでが面白くないんでしょうか。ね、うん、いや、8ぐらいなんで、今多分面白いところの話なんで。よかったよかった。あんまり、なんとかとか言ってるぐらいだから、多分あんまり面白くないですよね。14本、あと40本、大丈夫です。よし、ちょっとまあ見なきゃな、日本統一やっぱりね。これは見ないぞ。でも、ね、あのネットフリックスとかで出るたびにね、上位に。いや、そうですよね。やっぱみんなこう見なきゃダメか。やっぱ見なきゃダメだ。いやいや、だからあのそのなんだっけ、イケメンの人、はいはい、名前が覚えられないんだけど、あの人は最近すごい出てさ、いろんな映画、はいはい、元宮そうそう、なんとかさん、はい、うん、なんなのこいつって全然わかんないけど、すごい大物感だけで出してて普通に出てくるんで、はい、見なきゃダメかな。もう事業オフィスが忙しいんで、はい、統一博士から耳寄り情報でした。そこの最後のこれは何だべか、アンキロの赤ちゃんです。アンキロの赤ちゃん、アンキロの赤ちゃん、かわいいね。トデフォロが生産組織やってるネットリックスの、はあはあ、あ、そっちに出てくるんだ。なるほど、なるほど。あ、見よう。はい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 、はい、さて、うん、はい、そして、はい、ブラックホール特選。これはさ、うん、特選だけど全部やってたらさ、朝までかかる、ね、朝までかかるんで、うん、まあ、ごく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 一部です。はい、まあ何ちゅうてもロストワールド、ロストワールド、うん、そうですね、これ、はい、全てはここから始まった、はい、ウイエスオブライですね、はい、うん、はい、で、いいですね、次がはい、キングコングです。はい、なんと言ってもこれがない、キングコング、なんと言ってもキングコングです。これがないと話は始まらないです。はい、もう本当にね、はい、キングコング、ね、まあ、でもこれファンタジア、おお、はい、今日見よう。ファンタジア、ファンタジア見ないとね。いや違う、キングコング見ようと思って。キングコング、キングコングやっぱり倒した後こうパカパカやる、パカパカやるとこがね、あそこが最高だよね。ファンタジアは僕あのキノコが踊るとこが見たいんで、そうそう、恐竜とか、恐竜ちゃう、恐竜とかどうでもいい。あ、これ、はい、ステゴサウルス、ステゴサウルスだね、かっこいいですよね。はい、次いきますよ。原始怪獣はリドサウルス、リドサウルス、うん、ね、これはね、あそこなんだっけ、あれはなんですか、あのジェットコースターの中で燃える中で、まさに本当にあのレイハリーハウゼンの真骨頂といえる、あの怪獣が死ぬ時はめちゃくちゃオペラみたいになるという、本当に見てて号泣、感動、感動で、それはこの後でもうその話は出てきますから、毎回そうなんで、はい、さて、はい、さらに恐竜100万年出ました、はい。これはでも映画よりもラクエル・ウェルチの印象が強すぎて、そうなんですよ。でもあの、まあ、みんなそうだ。あとあの、え、カニ出んのこれだっけ？カニ出ます。カニ出るよね。はい、カニ出ます。あのカニがね、素晴らしくて、はい、僕は子供の時に、うん、なんてすごいんだって思ってたら、ハリーハウゼンがあの茹でたカニの甲羅をアーマチュアにつけたって言ってて、はいはい、ちち思ったりしましたが、非常にリアルな巨大ガニも出てきて見どころたっぷりです。はい、すごい面白いですね。はい、そして出たグワンジの谷。はい、いいですね。恐竜、はい、グワンジね。まあ本当ですね、素晴らしい。これはいろんなものが恐竜と一体化するからいいよね。うん、ね、そうですね。でこれはですね、あの教会の中でですね、グワンジがですね、またですね、鬼のようにのたうち回って本当に気の毒な死に方をします。泣きながら、もうビュービュー泣きながら見るな、はい、というね、恐竜グワンジがございます。ステラコサウルス出るよと、はい、うん。スティラコサウルスいましたね。はい、いたスティラコサウルス、はい、はい。そして恐竜時代、はい、これがだからルダンフォース、はい、ジュラシックパーク1作目のラストシーンというか、はい、あのね、ティラノの幕が降りてくるところはこれから撮っていくというね、はいはい、原作ジェジバラード、ね、こっちはですね、はい、ね、そうそうなんだ、そうそう、これそうです、はい、でこれは、ヴィクトリア・ベトリね、はい、というね、あのハマーですね、これね、そうですね、うん、はい、とにかくこのコマ撮りすごいっすよ、ね、そうですね、素晴らしい、うん、ハリーハウゼン超えたと思いました、うん、ああ、はい、とんでもないです、これは、はい、これはぜひ見てほしいですね、ぜひ、ね、恐竜時代、恐竜時代はね、いいですね、この恐竜のね、お面かぶったところが出てきてね、はい、あります、あります、はい、はい、バーバリアン
恐竜地獄あ、これ僕が適当に入れただけで、これはですね、はいはいはい、インフォイドバーバリアンダイナソーヘルっていう、もう題名が超かっこいいトルマン映画なんですけども、このブレッドバイパーという監督はですね、はい、あのこの人がもうねコマ撮りとか大好きなんですよ、うんうん、で特撮も自分でやってる、はい、でまあだからこれはまあ基本的になんかあの大体お色気ともっさりしたことばっかやってるんですけど もうとにかく特撮、はい、手作り特撮みたいなのがすごいもう頑張ってて、あの家で誰かが作った映画だと思って見るとすごい感動する。なるほど。そういう家で、そういう家で誰かが作った映画だと思うと感動します。はい、これ何、トロマサウルスとか出てくる。トロマサウルス出てきますね。はい、トロマサウルス出てきますね。はい、というのがあります。はい、はい、そしてあジュラシカマサウルスもありますね。はい、で恐竜カルノサウルス、カルノサウルス、はい、またはダイナソークライシス、はい、これはだからロジャコマのところ で、はい、これはですねジョン・カール・ブークラーが作った実物大の恐竜、うん、つまりだから、なんかトロールとか、はい、の特殊メイクをやってた、まあ、ジョン・カール・ブークラーですね。そのフロー・ザ・ダークサイドとか言われますけど、うん、あの人がもう俺だってねスタン・ウィンストンとか負けないぞっつって、うん、ちゃんと作りました。いやカルノサウルスはこれは多分これが最後の直立海恐竜なんだよね、うんうんうん、ジュラシックパークで世界が変わっちゃったから、そうですね、それを見ないで作ってる映画これだけなんで、うんうん、これ最後の植物恐竜映画なんで、そういう意味でジュラシックパークの前に公開してる人だってことですね。そう勝ったんですよね、うん、勝った、スピード感的に滑り込みせるだから、だからその間に合わだから後になっちゃうと負けるわけで、意味がない、意味がないよね、先にやっちゃうのがコーマンのあれですよ、コーマン的、先にやったコーマンたるとこですよ。でもこれも続編をいっぱい作りました。はい、さて出た、なるほど、角川春樹、はい、あ出た、これはですね、これはカルロ・ランバルディなんで期待しないでくださいでも柳下さんはやっぱ一過去あるんじゃないですか。いや別にうちにあったんだよ、レックス君、ちっこいのがあったんだけどね、なんか今日持ってこようと思ったんだけど見つからなかったな。大体このやっぱこの横に立ってる足立海の横にこの立ってるレックスがですね、うん、この手抜きの足がやっぱり僕は許せないですね。これは人だろうと、うん、まあしょうがない、はいはい、そして一方その頃ジュラパです。ジュラパその頃、はい、これは同じ年ですからね、レディス同い年って言ったらいけないかな。これはやっぱり、ね、いろんな意味でというか、まあ、実際そのこれ以降恐竜の造形が変わっちゃったんで、変わっちゃった、うん、もう絶対的にもう変わっちゃったんで、そうですね、そうですね、緩みがちょっと出づらい時代になってきた、うん、でそれをだからもともとフィリッティペットでやる予定だったのに、その ILM の、はい、とんがりの片っぽフットボール大好きなカナダ人と、うん、もう一人キチガイ博士みたいな、はいはい、本当に何だろう、パシフィックリムの二人の学者みたいな二人が作っといてしれっとこういうのできるんですけどみたいな感じで持ってって、こそこそ作って持ってってグイグイやったっていうことからこれができたっていう経緯についてもその ILM のドキュメンタリーなんかで見れるので、ぜひ皆さんもご覧になるといいと思います。まあ、あとね、もし、まあ、いないと思いますけど、今回なんでサム・ニールが出てくるんだっていう思う人がいたとしたら、これを見てもらうとサム・ニールがブラキオサウルスを見てほって やる、うん、あのシーンのためだけに出てるんだよ、あの人、この人は、まあ、いやだからそこね、それでね、こうやってからのローラダンの頭こうやってもうね、映画うますぎて天才だろう、いつ見ても天才だと思う、素晴らしい、ね、もうだって見る前からすごいやばいって分かるの、うん、やばいですね、そうそう、あそこもねずっと映さないんですよ、そうそう、こっちの反応ばっかりで、なんですよ、あなんかもうあれうまいですね、うもう一度見直してほしい、みんなに、そうですね、はい、という、はい、そして最後ダイナ、はい、ダイナソー、ダイナソー、はいはい、イグアノドンが主役っていう、はい、なかなかない、まあそうなのか、うん、なるほど、はい、これバーホーベンが監督するかもっていう一瞬ね話ありましたけど、ね、これは本当にちゃんと、恐竜の絶滅を描いたというやつですね、はいはいはい、でも恐竜の絶滅だから数時間の話だったらしいじゃないですか、うん、下手行っても1日2日、はいはい、うん、そうそう、そう、うん、それもだからそのあれで知ったんですよ、そのワイヤードの知ってたから、最近の動画でその恐竜博士が言ってたんだけども、その要はそのユカタン半島に起きた隕石のこれで爆発して、要は溶融ガラスですねの雨が全地球に降り注ぐと、でそれがぶつかって、だから数時間から長くても数日のうちに全部死んだと、うん、はい、大型恐竜は全部ね、大絶滅で、すごいちっちゃいのはその後寒くなったりして死んだのもあるけども、うん、だから本当にだから、だから僕それって
結構何十年とか下手したら100年とかかかってだんだん気温が下がってってとか思ってたら違うんですって、だから1日ぐらいドガッと死んだの全部、えすごい、なんかあのすごい寒冷化して雪がビューって降ってきて、なんかあの親子で抱き合って、そうそうそう、そういうの見たじゃないですか、アニメとかで見たでしょ、そうじゃなくて、そうじゃなくて上からだから、そのなんかだから、なんか溶けた硬いガラスの超熱いやつみたいなのがブスンブスン落ちてきて、あの全治にってことらしくて、なるほど、あのちょっとひどいですねって思った、ひどいですね、やろうよ、誰がそんなこと、そんなひどいことをね、びっくりしたんで、それは本当に、うん、そうそう、だからね、うん、まあでもそういう時になんかすごいちっちゃい動物とか、はい、あのなんかウロに住んでたりする、うん、まあ、たまたまね、たまたまそういうものが生き残った、やつだけが生き残ったっていう、なるほど、面白いですよね、でもね、だからそう恐竜絶滅ってなんか長い時間の話かと思ったら一瞬だったらしいです、はい、なるほど、人間もちょっと、はい、あの深海とかに住んでた方がいいですよ、いや本当ですよ、滅びちゃう、そうですね、本当あの時はびっくりしました、あの時はあの時はね、死ぬかと思った、死ぬかと思った、ちょっと避けたりしていやいや、さあということで、ということで、はい、今日もやってまいりましたけど、今日結局2時間半、はい、はい、いやいや、ジュラシックワールドと、はい、恐竜大特集をお送りしてまいりましたが、まあね、恐竜映画はねまだまだ全然いっぱいありますから、ね、うん、そうですね、はい、そうですね、また田原さんにもぜひ来ていただいて、はい、あもっとあの、はい、コマ撮りがやばいとか、タイヤンはいろんなことで博士、あの戦車博士、クンフー、クンフー博士、重機博士、恐竜博士、武将博士、城博士と小学生のみんなが好きなことは大体タイヤン先生が博士ですから、これからも折りあるごとに日本統一博士のもあるしね、そうそう、もちろん、はい、その話を聞いてね、へーって言ってたいだけですからね、というね、はい、皆さん、あ、スパちゃん、皆さん、今日もなんか皆さん長いことありがとうございました、はい、割と長くなりましたね、やっぱり長く、うん、はい、まあ、スパあこれが多いもんね、はい、めちゃめちゃ喋ってたよ、めちゃめちゃ喋ってました、はい、はい、ということでございます、はい、ちょっとこれ画面を出していただいて、残念ながらこんな時間ですのでおまけコーナーはお休みします、はいはい、あれお休みか、ガオです、残念、ガオと言っております、そして、来週のお知らせ、ちょっと待ってね、来週のお知らせです、出るかな、出たー、はい、次回ビリーバーズと映画から宗教を考える、なるほど、はい、というビリーバーズってもところによっては明日で終わり、テアトルが明日で終わって、マジで、じゃあ明日行かなきゃダメじゃん俺、でもケイズシネマでそのムーブオーバーからやるんで、まあ一応行けるっちゃムーブオーバー一応ありますかね、うん、まあなんとか、はい、なんとか見たいのは、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、でこれでまた、ちょっとねこれ伸びましたが、映画と宗教に、映画と宗教について考えるという特集、来週お送りします、うん、はい、日本アッシロク、まあ特集っていうかさ、あれは日本アッシロクも宗教についての映画だからね、ですよね、あの、うん、あれあれ、あの明日一連勝、一連勝、そうそうそう、あ、いや一連勝ですからね、はい、うん、ということでございます、ありがとうございます、はいはい、ということでございます、ということで皆さんありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました、あとはもうあれですよね、そろそろあのプレデター、プレイ、プレイ、ザプレイ、いやプレイね、あれアマゾンだっけ、あれはディズニープラス、クール、あディズニープラスか、ディズニープラスだ、はい、ディズニープラスです、机がガタガタなので買えの、あ机とかね、椅子がギーギー行ったりするんですよ、椅子がね、うん、ギーいうのは昨日僕はあのクレイの556を買ったんですけど持ってくるのを忘れた忘れたずに、あら皆さんなんか告知とかあれば、はい、はいって何、ない、ない、特にない、東山は特にないですけど、あさってロッキー3の、ああそうだ、一緒にするでしょう、はい、ああ共感しちゃった、共感しちゃった、はい、なんかそちらもやる、見ましょうロッキー3、はい、お願いします、はい、平田さんは特にはないかな、あと僕は仕事あるんですけど、はい、仕事あります、僕は明日の、アトロクで、アトロクで、ジオファーの話をしに行きます。よろしくお願いします。はいはい、ということでございます。ということで、はいはい、皆さんお疲れ様でした。はい、はい、ということで、また来週お目にかかります。タイヤンさんもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは皆さん、チャンネル登録、チャンネル登録、いいね、はい、
良い目のコメントなどよろしくお願いします。ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい。ということでまた来週。はい。それでは皆さん、はい、ごきげんよう。ごきげんよう。さようなら。ありがとうございました。イエーイ。